みんな、おはゆるー。ことざのベガから舞い降りた星人、ライエルベガだよー。ビンさん、大気、へそも大気、ありがとうございます。一緒に進めていこうねー。ハイカさんも大気、ありがとうございます。ハイカさん、あ、そうなの？人生で一番やったゲーム？そう、なんかすごいさ、長い？結構、プレイ長くなりそうっていうことだけ知ってるんだけど。楽しみです。めちゃめちゃ楽しみにしてる。来てくれてありがとうございます。皆さん、どういうゲームか見に来ました。僕も初見だから全然あんまり分かってないけど、一緒に楽しんでくれると嬉しいです。来ました、来ました。おはゆるー、おはゆるー。レンさんもおはゆるー。いらっしゃい。みんな来てくれてありがとうございます。待ってね。また画面が映ってないかも。あ、映ったかも。そう、今日は、ペルソナ4ザ・ゴールデンっていうゲームをやっていきます。でね、学校、あれ？あ、そっか、これ、画面止まっちゃうんだ、変えると。公式でチラッと、なんだ、説明みたいなの見てたんだけど、真夜中テレビって知ってる？雨の夜に消えたテレビの画面を見つめてると、運命の相手が見えるんだって、っていうなんか噂の原因調査をしていくらしい。っていうことしか知らない。今のとこその情報しかない。いう感じで始めていこうかなと思ってます。ママも入る、いらっしゃい、来てくれてありがとう。そう、なんか運命の相手に出会えるらしい。真夜中テレビっていうのを見ると、なのかな。多分その辺も進めてったら説明はしてくれる気がする。ストーリーの方で説明はしてくれる気がするので、サクサクっと進めていこうと思います。あ、そうだ。声と音量のバランス一応調整はしたんだけど、どっちかうるさいとかあれば、いつでも良いので教えてくれると助かります。じゃあ、始めよう。また始まっちゃった。あれ？ OK？ あ、待って、ゲーム入ってないね。ゲーム入ってないと思う、多分。これで、音入ったかな？そう。ゲーム入れ忘れてた。音量の調整したからとか言っといて、ゲーム音全然入れてなかった。今入れました。やるのは、うん、キーマオで入れてまーす。あ、ジョンさんこんばんは、いらっしゃい、おやすみなさい。おやすみなさい。ゆっくり寝てねー。あ、オッケー、ありがとう。じゃあ始めてきまーす。始めから、ネットワーク接続？みんなの、なるほど。なるほどね。なんかネットワーク接続機能もあるらしい。難易度はとりあえずノーマルで始めていこうと思います。積んじゃうと怖いから。OK。ノーマルでお願いします。うん。大丈夫。リスキーですって。B さん、並走リスキーでやる？僕ノーマルで進めさせてもらうけど。あれだよね、ペルソナの、あれ、ペルソナの戦闘ってコマンドとかだっけ？コマンドとかだった気がするけど、その辺の戦闘の難易度とかが上がるのかな？あ、そうだ、言い忘れてた。普通にストーリー進めていくので、P4G のネタバレ、もし嫌だよっていう方は、自分で進めてから見たりとか、気をつけていただけると助かります。コマンドでスピードジョン、あ、そうだよね。車じゃん。テレビじゃないじゃん。この人見たことある。あ、この人も見たことある。めっちゃ悪役側の人だよ、多分。あ、リスキーは本当にやばいのかな。あ、ベルベットルームへ。ベルベットルーム、そう。懐かしい。ああ、音楽もだ。懐かしい。お持ちの方がいらしたよ。嬉しい。ペルソナに帰ってきた。
そう、ファイブだけやったことあるんだよ。ファイブだけやったことあって、他のやったことなかったんだけど、めっちゃ懐かしい、これ。この音楽。ライルさんに対してのネタバレも、あ、そうそうそう。僕も初見プレイで、ストーリー楽しみたいなと思っているので、もしストーリー知ってる方とかもね、コメントとかではネタバレしないようにしていただけるととてもとても嬉しいです。この人はペルソナ、あ、毎回いるんだ、この人。そう、見たことある顔。ちょっとお目目怖いし、お目目もお鼻も耳も怖いよね。全部怖いかもしれん。イゴールさん風の、あ、ほんと声出せる？ すごい。そうだ、イゴールさんだ。この人イゴールさんだった。了解しました。あ、ゲームも小さい。わかった。ちょっと上げますね。これくらい？待ってね。これくらいでどうでしょう。あ、座り私進んの名はイゴール。お初にお目にかかります。だ。大丈夫そうかな。イゴールさんの声聞こえてる？ここは夢と現実、精神と物質の狭間にある場所。これ、あれか。僕も喋らんと音量わからんか。黙っちゃった。聞こえる？あ、ありがとう。一旦これでまた進めていて、どっちか小さいとかあればお願いします。本来は何かの形で契約を果たされたもう少方し大のきみくてがも訪 OK？ れちょっとる部待っ屋。て、そしたら、これくらい、これくらいにしよう。あなたには近くそうした未来が待ち受けているのやもしれませんな。どれ、まずは名前。お名前を伺っておくといたしましょうか。名前って設定できたんだ。あれ？デフォルトの名前みたいなのなかったっけ？ライアルにしておく？カタカナは変換できますか？変換。ああ、そういうこと？三文字三文字しか入らん。どうしよう。名前。これ、消すのは？消せない、消せない。ベガ？ライ。変換。F。ああ、ライ L にする？ライ L。L です。今日から、僕の名前、ライ L になりました。これでよろしい？なるほど。では、あなたの未来について少未し来予知覗がいでみきるる？といたしましょお願いします。明日の僕のお仕事なくなったりしませんか？う。占いは信用されますかな？占いはね、自分にいい結果を信用します。常に同じにカードを操っておるはずが、まみえる結果はその都度変わる。まさに人生のようでございますが。なんだこれ。16？ 近い未来を示すのは当のあら、正まあ。位置。どうやら大きな災難を被られるようだ。そしてその先の未来を示しますのは。ね、そう、占いはさ、とりあえずいい結果だけ信じるのがいいよね。みんな幸せ。月の正位置。迷い、そして謎を示すカード。実に興味深い。タロットカードさ、すごい面白そうだけど、全然わかってない、まだ。あなたはこれから向かう地にて災いを被り、大きな謎を解くことを課せられるようだ。それっぽい。それっぽい、それっぽい。ペルソナっぽい感じのこと言われてる。近くあなたは何らか契約を果たされ、再びこちらへおいでになることでしょう。
今年運命は節目にあり、もし謎が解かれねば、あなたの未来は閉ざされてしまうやもしれません。そうなの？あれだっけ、結構厳しい感じの世界だっけ、ペルツマって。私の役目はお客人がそうならぬよう、手助けをさせていただくことでございます。よろしくお願いします。僕まだ生き残りたい。おっと、ご紹介が遅れましたな。こちらはマーガレット。マーガレット、同じくここの住人でございます。ここのさ、あれでもね、イゴールさん以外の住人は多分さ、シリーズごとに変わってるんだよね。5の時って双子ちゃんじゃなかったっけ。なんか可愛い双子ちゃんだった気がしてる。タロットカードが分かると結構面白い。あ、そうなの、ペルソナシリーズ。あ、じゃあ覚えよっかな。覚えたい。もっと楽しみたいよね。せっかくだし、せっかくやるんだったらいっぱい楽しみたいよね。あ、ルドーさん入る。いらっしゃい。来てくれてありがとうございます。今日から P4G ペルソナ4ザゴールで始めていきます。お客様の旅のお供を務めてまいります。マーガレットと申します。詳しくはお祝いにいたしましょう。ではその時までごきげんよう。ごきげんよう。このさ、ベルベット、あ、マウス映ってるんだ。あ、水着だ。いいなぁ、海行きたい。夏は爽やかにスリム、ケロリーマジック。はい、ではいよいよ、今最もホットな話題、山の前にビッグの情報。昔と逆転して、女子アナとフレンズってすごくない？数字買ってそんなモテんの？金とか、コネとかなんじゃない？やっぱ。ねえ、セクシーだった。セクシーシーンから始まってしまった。あ、主人公かな？満員電車だ、かわいそう。キャー。のび太さんの位置。あ、もうみんな知ってると思うが、3月いっぱいでこいつが転校することになった。ほら聞けお前ら、話終わってないぞ。転校先に来たのかな。じゃあこっちが転校先、都会に出てきた感じですか。ガラケー？ガラケーもしかして、そっか、ガラケーの時代だよね。海外公演も控える演歌界の若きプリンセス、ヒイラギミスズさん。あ、田舎へ疎開って感じなんだ。なるほどね、反対か。都会から田舎に向かうのか。そうだな。シーアラ、果たしてこの三角関係どう？15、6年、え、そんなに前なんだ。ペルソナ、あ、あれ？ペルソナ4ってそんなに前だったんだ。プリンダメ絶対ね、良くないぞ。あ、え、知ってる感じ？一応記憶はある感じ。さっきの見てたのはこの人視点だったの？みんな2008年発売。めちゃめちゃ前だ。2008年でこのグラフィックはすごいね。めっちゃすごい。こっちだ。うん、誰？おじさん？ご家族の方ですか？ハードビータ、あ、ビータなんだ。写真より男前だな。写真より男前だな。ようこそ稲橋へ。お前を預かることになってる堂島良太郎だ。お前のおふくろさんの弟だ。一応挨拶しておかなきゃな。お母さんの弟は
おじさんですか？僕さ、その辺のおじさん、おばさんとかさ、いとこ、はとこ、よく分かってないけど、おじさんですか？多分おじさん？はじめまして、よろしく。はじめまして。おむつ変えたこともあるんだがな。そっか。間違えた。よろしくにしとけばよかったね。こっちは娘のななこだ。ななこちゃん。ななこちゃん知ってる？ななこちゃんだーって言ってる。俺、挨拶しろ。ビータで一番売れた、あ、そうなんだ。ビータ時代一番売れたの P4G、あ、リマスターの前だからペルソナ4の方か。へぇー。やっぱペルソナ大人気なんだね。ななこちゃん？こんにちは。こんにちは。最初の意見がかかっちゃったのかな。これ疲れてんのか。コーンが消えちゃったけど、なーなーこーね、ななこちゃんだった、かわいい。いて、あ、あるあるある。さーて、じゃあ行くか。車こっちだ。あ、え、横の人は？あ、声かけてくれた。落ちたよこれ。すごいなんか、何系？ビジュアル系っぽい感じ？バンギャっぽい感じ？服装。あれ、え、多分僕のにしとこう。別に拾っただけだ。わからんから僕のにしとこう。念のため用意してきた。あ、ちゃんと僕のだったらしい。どうも。おい、どうした？お家に向かいます。仲いいよね。僕ものんびりライフ送りたい。あ、もう読み方忘れた。稲葉市ではなかったのは覚えてる。あれ、稲葉ではなかったよね。らっしゃせトイレ一人で行けるか？トイレは一人で行ける。ねえ、僕トイレは一人で行けますちゃんと。うん、あ、僕じゃなかった？僕じゃなかったみたい。ごめんごめん。奥を左だよ。左ってわかる？お箸持たない方ね。オッケー。右は左ね。わかるわかる。あ、そう、僕に対して言われたんかと思った。トイレ一人で行けるって。あれ、稲葉で会ってた？あ、じゃあ、合ってる。僕会ってた。稲葉市です。いや、こいつを迎えに来ただけだ。都会から今日越してきてな。うん。へぇ、都会からすか。ついでに満タン頼む。ああ、レギュラーでな。はい、ありがとうございます。一服してくるか。いいね、元気のいいお兄ちゃん。元気のいいお兄ちゃんはそのうち仲間になる人ですか？うん、僕多分高校生。都会から来ると何もなくてびっくりしちゃう。実際退屈すると思うよ。高校の頃つったら友達ん家行くとかバイトくらいだから。まあそんなもんじゃないかな。でさ、都会でも大体そんなもんよ。あ、バイトシステムある。ぜひ考えといてよ。学生でも大丈夫だから。ガソリンスタンドか。僕飲食店のバイトがいいな。おっと、仕事しないと。飲食店のバイトないですか？カフェとかファミレスとか居酒屋はダメか、高校生。大丈夫？大丈夫。車酔い？ペルソナは恋愛ゲー、え、BL ゲーでもあるの？なんかさ、あれじゃん、女の子たちをさ、女の子たちとの恋愛システムがあるのは知ってた。あとはあれ、恋愛システムとバイトとかお勉強とかも確かあったよね。5あった気がするけど、だいぶやったのが前だったから忘れちゃった。具合悪いみたい。車酔いしたんかな。いつから女の子だけだと思ってた。え、そうなんだ。そうなんだ。
知らなかった。僕女の子だけだと思ってました。ファイブはずっと女の子の攻略してた。可愛い子の攻略してた。どうした、大丈夫か。うん、大丈夫大丈夫、僕元気だよ。大丈夫、大したことない。長旅だったろうからな。ま、無理もねえさ。散歩がてらその辺でも見てきたらどうだ。戻ったら声かけてくれりゃいい。周り見に行ける。探索無限にできるよね、楽しいよね。商店街は家の近所だからな。店の場所とか覚えておくといいぞ。 OK、 青い蝶にアクセスするとゲームデータをセーブできる。 OK、 操作は基本あれかな、 WASD かな。バス遅いな、一本乗り遅れただけで。これだもん、田舎ってそうだよね。なんかさ、1時間に1本とかしかなかったりするよね。もう1本乗り遅れたら遅刻みたいな感じになるって聞いた。だからみんなチャリ通とかさ送ってもらったりとか、あとは通学バスかみたいなの乗ってたり。バイクでもありゃ楽なんだけどな、好きな時に好きなとこ行けるし。いっそ貯金はたいて買っちまうか。いくらぐらいすんだろうな。バイクってどれくらいするんだろう。これさ、これこっち側とか、あれ違う、こっち側、あ、あんまり遠くには行けないのね。お話は、待って待って、まだ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 、あ、これさっきの子、どっかで会った、さっき会った、さっき会った、駅で会った、さっき、ほーん、そう、え、覚えてない、僕のこと忘れた。さっきやったばっかりじゃん。あ、テトラさん、おはよう、いらっしゃい、来てくれてありがとうございます。ティホージー、始めました、始めたばっかりのところです。え、僕のこと忘れられちゃったもしかして。セーブしましょう、一旦セーブします。どうも、戻る。ここ本屋さん、本屋さんと、ここは金属細工、わもての男が店の奥で石フラに何かを叩いてる。うーん、刀とか作ってたりする。豆腐屋、いいね、豆腐、冷ややっこ食べたいです。僕冷ややっこ食べたい。お醤油とネギかけて。姉ちゃん、冷蔵庫のやつしない？俺の分がなくなってんだけど。それ多分、あ、そうだよね。あれ、さっき食べちゃったよ、余ってたんじゃないの。はぁ、あ、余ってねって残しておいたんだよ。あ、そうなんだ、ごめんごめん。じゃあもうバイトの時間だから。あー、怒られちゃう、かわいそうに。ちょっと新しいの買ってきてくれるよ。カラスは、カラス話せない、話せんかった。この子車と同じ速度で走ってきてる、あれ。そんなに速かった、めちゃめちゃ足速いかもしれん。 50m3 秒くらいで走れるかも。ここは4、これなんて読むんだろう。46商店ではない気がするけど、読み方がわからんな。いいねこの店、実にいい、程よく不便で程よく便利なんだ。絶妙のバランスだね。やっぱ田舎はこうでなくっちゃ。あ、もしかして田舎のさ、あれ、駄菓子屋さん的なやつ。田舎の駄菓子屋さんはコンビニってこの間教えてもらった。口をついてネタバレ言いそう。そう、なんかさ、知ってるゲームの実況とか見てるとさ、つい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 あれ言いたくなっちゃうよね。そう、あの、一旦コメント打つ前に、これこれネタバレか大丈夫かって考えるフェーズが入るの。気にしてもらえるのとてもとてもありがたいです、ありがとうございます。だって駅に着いたん、駅にいたんだよ、主人公車移動。あ、あ、え、確かに確かに、そうだそうだね、この子そういうことだね。なんかバイクとか持ってたかもしれんよ。バイクとか持ってたかもしれん。それが 50m めちゃめちゃ速いか。大丈夫大丈夫、ありがとう。とりあえず一通り見た気がするから一旦大丈夫。うん、車乗れます。
イベント中にバックログボタンで会話ログを表示、スキップボタンでスキップ。バックログボタンはどれですか？バックログボタンがどれかわからない。カモン暗記してる、ポロッと気をつけます、ありがとう。え、でも暗記してるのすごいね。これさ、これ見た時にさ、プレイ時間多分ペルソナ4だと50時間でザ・ゴールデンの方含めて80とかって書いてあったんだよね。その分暗記してるのめちゃめちゃすごい、記憶力がいいんだね。ルキさんいらっしゃい、来てくれてありがとうございます。堂島家に着いた。これから1年間発音変だったね。発音イントネーションか。1年間自分の家となる場所だ。1年だけなの？期間限定の感じ？夜は冒険の時間じゃない？じゃ、歓迎の一杯と行くか。よし、オッケー。僕ちゃんと用意してる。乾杯？乾杯！しかし兄さんと姉貴も相変わらず仕事一筋だな。海外勤めだったか？スーシーね、スーシー美味しそう。僕もスーシー食べたいな。今日の夕飯さ、カップ麺なんだよね。時間なくてさ、カップ麺にしたので、危うくまた水カップ麺作るとこだった。3秒水入れて気づきました、えらい。そう、プレイ時間2100時間以上、すごい。だからそれだけやったら覚えれるかもね。ストーリーとかも覚えれるかも。めっちゃやり込みとかもさ、ペルソナって結構あるから、本当にやろうと思ったらいっぱい遊べるよね。乾杯。美味しいです、今日もお酒が美味しいです。乾杯、ありがとう。あ、なるほどね、海外に出てるから。1年間とはいえ、親に振り回されてこんなとこ来ちまって引っ越してきたんだ。子供も大変だ。まあ、うちは俺と七子の二人だし、お前みたいのがいてくれると俺も助かる。そうね、人手が増えると大変なことも増えるけど助かることも増えるからね。ケピー、ありがとう。これからしばらくは家族同士だ。自分ちと思って気楽にやってくれ。気楽にやってくれって言われてもなかなか最初は難しいの分かる。気使っちゃうよね。慣れてくればさ、自分ちみたいに落ち着けるけど。よろしく、お世話になります。おっす。引かれたって。ごめんって、ちょっと選択肢で遊んだだけじゃん。同じ選択した。いや、おっす出てきたら押しちゃうよ。お前意外と体育会系か。違う、僕そういう感じじゃないです。さて、じゃあ飯にするか。うん、誰だこんな時に。誰だろう。堂島だ。押すよね、押すだけに。あ、うん、いや分かった場所。あれ、なんか最近さ、毎配信コメント欄ちょこちょこ寒くなってる気がするんだけど、気のせいかな。冬だからかな。押しちゃうよね。あの選択肢は気になっちゃうって。分かった、すぐ行く。酒飲まなくて当たりかよ。あー、飲んでなかったんだ。よかったね、車まだ運転できるや。気のせいか。ちょっと出る。この寒さは気のせいだったかも。飯は二人で食ってくれ。かわいそう。せっかくのお寿司なのに。帰りはちょっとわからん。七子、あとは頼むぞ。うん。よろしく、七子ちゃん。お寿司はしまってった方がいいんじゃないかな。外雨だ。洗濯物落とした。ラップかけて冷蔵庫とかでしまった方がいいんじゃない？代わりに私がお寿司食べるよ。よーよーよー。僕も半分もらおう。お寿司食べたい。入れた。あ、えらい。ななこちゃんえらい。お手伝いできる。そうか。じゃあ行ってくる。行ってらっしゃい。玄関を閉める音。ブロロ、効果音も出てくるんだ。効果音出てくるんだね。来るでしょう。では
明日のお天気。ハイルさんは忍術寿司なんかないよ。それお寿司じゃないじゃん。お寿司ってお魚じゃん基本。忍術寿司なんか見たことないです。やだそのお寿司絶対やだ。ご飯の上の方、ご飯の上の方オレンジになりそうだし。西から張り出した雨雲のせいで明日は終日雨となるところが多いでしょう。お天気悪いみたい。いただきます。いただきます。巻物に人参巻く？なんかカップ巻きとかの中が人参ってこと？きゅうりの代わりに人参？きゅうりは美味しいけど人参は多分美味しくない。お醤油にも合わない気がする。何か話そう話そう。お父さんの仕事聞いても大丈夫かな。お父さん何の仕事してますか？ね、二人っきりだよ。突然二人っきりにされちゃった。僕初対面の人と二人っきりはさすがに緊張するんだけど。仕事？あ、事件の捜査、警察官の人。お父さん、刑事さん、刑事さん。かっこいいね、お父さん。刑事さんだって。次のニュースです。稲葉市議秘書の生ため太郎氏が不適切な女性関係から身体を取り沙汰されている問題。この人きっと敵で出てくる気がする。大体こういうさ、テレビとかで取り上げられてる偉い人って大体敵で出てくるよね。ただれた女関係ね、全くもう。夫人で演歌歌手の柊木みすずさんは取材に応じ、慰謝料を求め、さっきのテレビ、一番最初のテレビで出てきた人たち。事態を受け、地元テレビ局、アイテレビジョンは、生ため氏と愛人関係とされる所属アナウンサー、山野真由美さんを、すべての担当番組から降板とし、問題解決まで出演を自粛する方針を発表しています。この人さ、この人さっき会った女の子、似てない？あの、めちゃめちゃ足が速いねみたいな言ってた子。ちょっと似てない？髪型とかだけ？まったく不倫浮気はね、ダメ、絶対良くないよ。せめて解決をしてからね。解決をしてから？解決をしてから？別れてからにしましょう。ニュースつまんないね。ね、つまんない。面白い番組ないですか？ジュネスは毎日がお客様感謝で、来て、見て、触れてください。お客様感謝デー、イオンかな。 Every day young life Juness。 Every day young life Juness。 かわいいかわいい。食べないの？食べる食べる食べる。お話楽しくてちょっと食べるの忘れてた。食べるよ。今のカレンダーね、セーブ。あ、なるほどね。蝶々じゃない。さすがに家の中に蝶々は飛んでないか。ジュネス、ジュネス。ねえ、かわいい。ナナちゃんかわいい。ナナちゃん？ナナちゃんだと別の子になっちゃうな。ナナコちゃんかわいい。ごめん、ごめん。突然話しかけたらびっくりするよね。そうだよね。ごめん、ごめん。フェイズ番組、ミリオネアかな？礼儀。セーブ？調理台。お弁当を作れる？お弁当を自分で作れる？冷蔵庫に？ラップがかかったチャーハン。ラップがかかったチャーハン。食べちゃう？お寿司食べたけど。食品に違いない味がした。冷食だったらしい。食べ過ぎじゃない？お寿司にさ、チャーハンにさ。あ、外には出れない。ファイナルアンサー？ファイナルアンサー。あ、ミリオネアはファイナルアンサーか。あのさ、爆弾とかのやつはなんだっけ。爆弾とかのやつ、名前が出てこん。3人組の人たち。あ、ネプリーグ。そうそうそう、ネプリーグ。ネプリーグって言いたかった。はい、以上です。小ネタを教えてもらってる。チャーハンがあるんだね。
分用のお部屋。そうそうそう、ネプチューンがやってるやつ、それが言いたかったの。大正解。学習机、何もできないんだ。とりあえず布団で多分寝るから、一旦セーブをして寝よう。セーブをして OK。 寝れるかな。おやすみ3秒。寝よう。もう寝る。おやすみ、マイエル。今日から1年間、この街で暮らすことになる。うまくやっていけるだろうか。明日からは学校だ。とにかく早く眠ろう。明日からもうすぐ学校なんだ。忙しいね。1日くらいお休みが欲しいところだね。そうなんだよね。ゆっくり休めないんだよ、ペルソナの人たちって。かわいそうに。夜になるとお仕事が待ってるんだよね。働く働く。ここは一体。辺りは深い霧で覆われている。とりあえず進んでみるしかなさそうだ。オッケー。後ろは何もない。これ一応横は落ちないシステム、ありがたいね。横落ちないシステムめちゃめちゃありがたいね。キーマウってさ、斜め操作難しくない？はい。真実が知りたいって？誰かの声がしたような気がする。何の真実ですか？それによってちょっと変わってくるかも。あんまり都合の悪い真実だったら僕は知りたくないかもしれない。それなら捕まえてごらんよ。声は奥の方から聞こえる。チェック。向こう側に誰かの気配を感じる。この先に進みましょう。てん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 。なんだなんだ。追いかけてくるのは君か。やってごらんよ。誰ですか。装備してる武器で攻撃する。あ、え、生身で戦えるんだ。一旦とりあえず殴ろう。とりあえず武力でしょ。武力行使から始めよう。この霧の中なのに少しは見えるみたいだね。スキルは？あ、もう最初から使えるんだ、ペルソナ。ジオ、電気っぽい。ね、拳ね。とりあえずまず拳が大事。うわ、かっこいい？なるほど、確かに面白い素養だ。あんまり聞いてなさそうじゃない？拳、雷。そう、一旦雷打ってみたけど、あんまり聞いてなさそうだった。コミュニケーション、物理、イエスイエスイエス。まずは拳からかわさないと仲良くなれないみたいなとこあるからね。ブラッシュ。9。簡単には捕まえられないよ。求めてるものが真実ならなおさらね。消えちゃったかも。消えちゃったかも。これ多分回復だな。バイオレンスベガ、あれ。あれ、バイオレンス、そんなはずないけどな。平和に生きてる。誰だって見たいものだけを見たいように見る。まあね、その見る人の視点によって真実、そう、真実は変わるんだっけ。なんかさ、事実は変わらんけど真実は変わるみたいなの言ったりせん？見る視点によって真実はいつも一つではないらしいよ。霧はどこまでも深くなる。もう積んだくない？僕積んだんじゃない？見えないよ。防御？とりあえず防御してみた。いつかまた会えるのかな。こことは別の場所で楽しみにしてるよ。意識が遠くなっていく。それにしても主人公が持ってる刀でかいね。
だいぶでかいね。自分の身長より大きい刀振り回してない？ムキムキさんかも。へい、誰かの声が聞こえる。ななこちゃんだ。朝ごはんできてるらしい。悪夢を見たような気がする。何だったのだろうか。今日から学校だ。とりあえず今へ向かおう。向かいましょう。パンダ。おはよう。おはよう。ななこちゃん作ってくれたのもしかして。目玉焼き焼いてソーセージ焼いた？めちゃめちゃできる子。パン2枚だ。よし。これは幼妻。ななこちゃんお嫁さんにする？お嫁さんにしちゃおうか。じゃあ、いただきます。食事は君が？食事は君が？朝はパンを焼いて、あと目玉焼き、夜は買ってくるの。お父さん作れないから。へぇ。今日から学校でしょ？ななこちゃん、偉すぎん？めちゃめちゃ偉い、この子。途中まで大事に大事に育ててあげよう。一緒に行こう。やった。一緒に登校できる。一緒に登校できます。いいなぁ、いいなぁ。僕もななこちゃんと登校したい。通学路、三面川河川敷でいいのかな？これはメインヒロインの匂いね。ちょっと幼いけど、メインヒロインななこちゃんだった可能性？ランドセルじゃ、小学生じゃ。あと、この道、まっすぐだから。ありがとう。私、こっち。じゃあね。じゃあね。また後でね、お家でね。気をつけて行ってくるんだよ。学校前交差点。ドキドキだ。初めて転校後初。あ、知ってるこの人。知ってるこの人、もしかして、あー、痛いやつだ。痛いやつだ。警察、事案ですか？事案です。違います。コメント欄で事案にされちゃった。違います。これはね、追うってやつだよね。絶対痛いやつだ。かわいそうに。前見て走んないから。あれは痛そうだ。そっとしておこう。頑張れ。いやー、八頭神高校で合ってますか？漢字が難しいね。振り仮名を振ってほしいね。この先どんな高校生活が待っているのだろう。言い訳は書で聞きますね。あー、1号機は不審な。星人を連行します。待って、良くないって、良くないって。僕まだお触りしてないです。お触りしてないからセーフのはず。イエス、ロリショタノータッチでございます。おはよう。野草神ね。そうって読むんだね。まだあ。このクラスって、いや、これからもする予定ない、大丈夫。大丈夫。頭撫でたりくらいのはずだから、多分大丈夫。不審者は大体同じことを言うのです。間違ってないなぁ。それ間違ってないんだよなぁ。あ、ついてないよな。このクラスって担任、もろうかだろ？あれだ、ハズレの先生だ。やだなぁ、優しい先生がいい。モロキン。1年間延々あのクソ長い説教聞かせれんのかよ。説教タイプの先生だ、モロキン先生ね。ところでさ、この組、都会から転校生来るって話だよね。イエス。え、本当？男子？女子？ああ、ごめん、男の子。ごめんね、男の子です、僕。都会から転校生って、前の花村みたいじゃん。花村。あれ？何朝から死んでんの？さっきのチャリの子？花村くん。いや、ちょっと。ああ、といてあげて。花村くんだ。花村のやつ、どうしたの？事故があったんですよ。とっても痛そうな事故があったの。
静かにしろ。わあ。いかにもって顔じゃない？いかにもって顔してるよ。デッパさんだ。モロキンね。覚えた覚えた。モロキン。今日から貴様らの担任になるモロオカだ。金はどっから出てきたん？下の名前金だったりする？いいか。春だからって恋愛だ、異性交友だと浮ついてんじゃないぞ。いいじゃない、恋愛くらい。わしの目の黒いうちは貴様らには特に清く正しい学生生活を送ってもらうからな。ああ、それからね、不本意ながら転校生を紹介する。何不本意って、何不本意って、僕が転校してきたことが不本意って言うんですか？ねえ、よくないこの先生。めっちゃよくない。嫌味かなね。熱波はすごい嫌味っぽいけど、嫌味はさ、割といい感じのキャラじゃん。この先生あんまりかも。諸岡健次郎みたいな名前してそう。そういうことか。じゃあ諸岡健次郎にしよう。勝手に名前つけちゃう。この人諸岡健次郎です。ただれた都会から偏僻な地方都市に飛ばされてきた哀れなやつだ。やだー。いわば落ち武者だ。やだー。女子はこの先生やだ。髪を後ろ取るぞこの出っ歯。これさ、これちゃんと髪かな。カツラ説ない？もしかしてカツラだったりしん？パッて取ったらピカピカみたいなことあったらいいな。もう僕これ剥ぎ取りたい。頭のやつ一回剥ぎ取りたい。では簡単に自己紹介しなさい。目黒というより嘘じゃ。確かに。あんまり黒くないかも。自己紹介。ことざのメガから来たダイエルです。誰が落ち武者じゃい。喧嘩を売っていく勇気が高まったらしい。そっか、これから選択肢であれだね。あんまり遊びすぎちゃうと選択肢でいろいろ変わってくっていうことね。貴様の名は腐った美観帳に刻んでおくからな。腐った美観帳に刻まれてしまう。あ、正解なんだ。正解だったんだ。やった、僕正解引きました。あ、なるほど。普通の、他の選択肢だと、あれかな、上がんなかったりするのかな。正解、正解だけ選ぶとステータス上がったりみたいな感じ？なんでライエルさんは私と同じ選択肢？やった。ちょっと好戦的なのかもしれん、僕たち。アニメのペルソナ4、あ、ほんと？アニメ見てない。そっか、アニメとかもやってたもんね。これプレイしたらアニメも見よっかな。ゲームやってからアニメ見たいよね、せっかくだから。いいかね。なんだい。ここは貴様が今までいたいかがわしい町とは違う。いかがわしい町って言わんとって。いい気になって女子生徒に手を出したりいたずらするんじゃないぞ。絶対こういうこと言ってる先生が女子生徒に手出すんだよ。僕知ってるんだから。僕知ってるんだから。こういう先生がさ、生徒に手出してさ、生徒から告発されてさ、捕まるんだって。そのうち捕まるよ、この先生。あ、クークンお入る。いらっしゃい。来てくれてありがとう。今、学校に、なんかね、田舎の学校に転校してきたところ。もともと都会にいたんだけど、主人公が。田舎に転校してきたら、この、モロキンに、ぐち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 言われとる。そんな感じです。結構重要になる選択肢。なるほどね。じゃあなんか、いい感じの、ステータス上がりそうな選択肢を選びたいよね。たまに多分直感で選ぶけど。アニメのペルソナ4と P4、あ、そうなんだ、両方あるんだね。続けてみると違いが感じられて面白い。わかった。じゃあ続けてみよう。ゲーム進めたら続けてみたい。見るからに面倒な先生。そうなんだよ。顔もそうだしさ、なんか言ってるのもさ、嫌味っぽい感じ。すごいね、嫌味を混ぜてくるの、この先生。よくない。全然よくない。最近は昔と違ってここいらの子供も混ぜてるからね。どうせ暇さえあれば携帯で出会い系だのなんだのと。長い話が。先生、転校生の席、あ、お隣、ここでいいですか？お隣座らせてください。ああ、そうか。よし、じゃあ貴様の席はあそこだ。あ、でも待って、僕窓際の席がいい。窓際の一番後ろがいいです。
さっさと着席しろ。寝ててもバレない席がいいです。ちょっとこの教室人数少ないからダメそうかな。大きい教室だったらバレないかもしれんけど。よろしくね。最悪でしょ。本当本当最悪だよね。まあこのクラスになっちゃったのが運の尽き。1年間頑張ろ。頑張ろう。お隣はいい子だった。かわいそう転校生。来ていきなりもろ組か。もろ組。目つけられると定額とかリアルに食らうもんね。職権乱用じゃん。ま、私ら同じクラスだから一緒なんだけどね。静かにしろ貴様ら。出席を取るから折り目正しく返事しろ。折り目正しくって使うんだね。全然聞いたことない。折り目正しくうまくやっていけるだろうか。まあ大体なんとかなるって。なんとかなる。そのうちこの先生捕まると思うから大丈夫。多分捕まると思うから大丈夫だと思う。ではHello, 今日のところはこれ。明日から通常授業が始まるからな。早いな。あ、なに？先生方にお知らせします。ただいまより TT 職員会議を行いますので。何があったんだろう。職員室までお戻りください。また全校生徒は各自教室に戻り、指示があるまで下校しないでください。学校の周りで事件とかかな。いいか、指示があるまで教室を出るなよ。オッケー。あいつマジしんどい。折り目正しくってセリフで、あ、あ、と、い、で折り曲げた漫画。なんだろうそれ。は、はと、い、漫画折り曲げちゃったの。あ、あ、やっぱりなんか事件。事件だ。すげえ近くね。事件です。サイレン。くそ、なんも見えねえ。なんだよこの霧。最近雨降った後とかやけに出るよな。そういや聞いた、例の女子アナ、なんかパパラッチとかもいるって。現実世界にも侵食してる、もしかして。なんかさっきのさ、夢の中の方、あっちもなんか霧めっちゃ出てたよね。フェルサのシリーズは序盤から小さい伏線がたくさんあるから。あ、ほんと？割と見逃せないものが多数。覚えれるかな。まあでも配信でやってるからさ、なんかあれだよね、昔そういえばこんなことあったみたいなのは配信見直せばいいからね。タルタロス劇場って漫画で調べたら出る。タルタロス劇場終わったら調べてみます。折り曲げるんだ。わかった、タルタロス劇場ね。うん、山の真由美だろ。そうそう、山の真由美。商店街で見たやついるらしいぜ。あ、やっぱりそう。さっきのアナウンサーなんかてかギラギラ系の格好した子アナウンサーだった。マジかよ。なんだマジかよ。全然よくわからんけど、マジかよ。あのさ、天城、ちょっと聞きたいことあるんだけど、天城んちの旅館にさ、山の花が泊まってるってマジ？そういうの答えられない。そうよね、そうよね、守秘義務的なのがあるからね。ああ、そりゃそっか。もう何これ、いつまでかかんのかな。ゆきこ、ゆきこは女の子のどっちの方だろう。髪黒い方？天城ゆきこちゃん？放送なる前に速攻帰ればよかった。危ないってそうよ。放送なる前に帰ったら周りに多分いるんだから。ね、そういえばさ、前に話したやつやってみた？なんだ？ほら、雨の夜中にってやつ。 あ、ごめん、やってない。あ、いいって、当然だし。真夜中テレビの話かな。けど、隣の組の男子、俺の運命の相手は山の穴だとか叫んでたって。へえー、
僕の運命の相手はナナコちゃんですか？ナナコちゃんになりますか？ダメですか？また捕まる？また捕まっちゃうかな？学内で事件が発生しました。あらまあ。通学路に警察官が動員されています。できるだけ保護者の方と連絡を取り、落ち着いて速やかに下校してください。警察官の邪魔をせず、寄り道などしないようにしてください。やったら画面にライエルさんが出ないですか？ライエルさん出しておく？画面に、あ、ちょっと切れてるね。画面にこれが出てくるかも。この子出てくるかもしれん。戻そう。外は雨で画面にはライルさんが出てるので。いるかも。僕ガチ恋距離助かる。大きくしてみた。繰り返しお知らせします。事件？何？どういうこと？皆さん落ち着いて、ね、お外に出ないように。ダメだよそういうの、危ないんだから。野獣魔精神良くない。あれ帰り一人？あ、そう、僕帰り一人。よかったら一緒に帰んない？保護者の方と連絡取ってみたいなのは大丈夫なん？大丈夫なん？そのまま帰るん？ああ、私里中千恵ね。隣で出てたのは知ってるでしょ？千恵ちゃん知ってる。じゃあよろしく。よろしく。で、こっちは天城ゆき子ちゃん。ゆきこちゃんと千恵ちゃん。ゆきこちゃんって言いづらいんだけど、ゆっこちゃんでいいですか？同じ行が続くと僕言えなくなっちゃうから、ゆっこちゃんでいいかな。あ、はじめまして。なんか急でごめんね。全然いいよ、仲良くしよう。謝んないでよ、私失礼な人みたいじゃん。ちょっと話を聞きたいなって、それだけだってば。いいよ、お話ししよう、お隣だし。天城ゆき子。言えたかも。里中さん。ちゃんとね、ちゃんとお口大きく開いて言ったら言えるかもしれん。里中さん、これすげえ面白かったです。技の繰り出しがさすがの本場っつーか。申し訳ない、事故なんだ。バイト代入るまで待って。あら、やだ、壊しちゃった？じゃあ朝のあれかな、チャリ事件でもしかして壊した？待てこら、貸した DVD に何した？あら、やだ。なんで？信じられない。また君入ってんじゃん。まただし、まただ。かわいそうに。私の清流伝説が。俺のも割れそう。机の角が。これはギルティ。すぎる。大丈夫？ね、クリティカルヒットだ。本日2度目のクリティカルヒットみたいですね。お大事に。天城、心配してくれてんのか。いいよユキコ、花村なんかほっといて帰ろう。帰ろう。かなり痛そうだ。そっとしておこう、2回目だ。今日2回目のやつだ。君さ、ユキコだよね。これからどっか遊びに行かない？びっくりした。ちょっとお顔怖すぎん？この人目死んでない？目の光どこに置いてきちゃったの？ハイライトなくしてきちゃった？どこに落とした？僕拾ってきてあげるよ。誰？知らんのかい。何あいつ、どこの学校？あ、違う学校なんだ。違う学校なんだ。ゴールデンが。そう、ゴールデンがっていう感じなの。かわいそうな感じだな。ね、目のハイライトさ、目
目のハイライトないだけでこんなに怖いんだね。びっくりしちゃった。よりによって天城狙いかよ。てか普通は一人の時に誘うだろ。張り倒されるに俺リボンシトロン一本な。リボンシトロンって何ですか？それ美味しいですか？賭けにならねって。天城村の難易度知らねえのか？殴りましょう。一旦殴っとく？横っ面パンチしとく？張り手でもいいけど。行くの？行かないの？どっち？なんでそんな強気なん？なんでそんな強気で来るん？誘われてるの？こっちだよね。こっちだよね。ねえ、パンチ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 っていう感じ。行かない。行かないよね。それは僕も行かないわ。こんなナンパ嫌だよね。全然ナンパになってないけん。ならいい。なんで怒ったん？怖いって。あの人何の用だったんだろう。それな、何の用って。デートのお誘いでしょ。どう見たってデートのお誘いにしてもちょっとさすがに。え、そうなの？さすがにじゃない。そうなのって。ああ気づいてなかったな。とりあえず殴る。話はそれからだね。一旦横っ面叩いてから考えよう。目覚めるかもしれんし。女子不安定な若者だね。カルシウム取った方がいいよ。すぐ怒って帰っちゃったし。ね、情緒不安定でした。よくないよくない。落ち着いて。やっぱりさ、あれだよね。落ち着きって大事だと思う。落ち着いてる人ってさ、あれじゃない？この世代の子たちから見たらさ、高校生から見たら、落ち着いてる大人の男子ってさ、かっこよく見えたりするかもしれんじゃん。一回落ち着きを手に入れてから、もう一回やってみよう。ねえ、牛乳飲もうな。まあ、僕牛乳あんまり好きじゃないけど。いきなりユキコって怖すぎ。あんまり、あれそんなに好きじゃない。だから身長伸びなかったのかなってみんなに言われる。よう、天城。また悩める男子振ったのか？まったく、罪作りだな。俺も去年バッサリ切られたもんな。そうだったんだ。別にそんなことしてないよ。なあ、マジで？じゃあ今度一緒にどっか出かける？それは嫌だけど。嫌なんだ。デートはダメらしい。わずかでも期待した俺がバカだったよ。つうかお前ら、あんま転校生いじめんなよ。話聞くだけだってば。あのごめんね、いきなり。全然いいよ。ゆこちゃん攻略するのが楽しそう。なんか注目されてるし。ゆこちゃん楽しそうだな。デートしてくれるかな。帰ろ帰ろ。なんかこのおじいちゃんちょこちょこ出てこん。さっきもさ、一瞬出てきたよね。ワンワン連れたおじいちゃん。しんどい理由かと思っちゃった。じゃあじゃあ。ここ、ほんとなんもないでしょ。そこがいいとこでもあるんだけど、よその人に言えるようなもんは全然。あ、八十神山から取れる、なんだっけ、染め物とか焼き物とか、ちょっと有名かな。いいね、お土産場とかで売られてるやつじゃん。自慢の名所。へえ。別にただ古いだけだよ。隠れ家温泉とかって雑誌とかにもよく載ってるじゃん。温泉に行きたい。温泉に入って美味しいご飯食べてお酒飲んで寝たい。この町で一番立派な老舗旅館でね、ユキコはそこの次期女将なんだ。ユキコんち目当ての観光客とかも来るし、この町それで持ってるよね。実際そんなことないけど。ねえ、ところでさ、ユキコって美人だと思わない？突然じゃない？突然美人だと思わないって聞かれて、ここで美人じゃないって答える勇気は僕にはありませんね。美人だと思うけど、美人じゃないって答える勇気は全然ないですね。お米ジュースくださいね。お米ジュース、旅館のお米ジュースってなんであんなに美味しいんじゃろうね。お魚とか食べながら一緒に飲むのめっちゃ美味しい。ね、美人だとは思う。
思う。大丈夫。うん。思う。ちょっと、またそういうこと。学校でもすごいモテんのにさ、彼氏ゼロ。おかしくない？でもバッサリ切ってるんでしょ？やめてよ、いきなり。そういうことでしょ？全部嘘だからね。モテるとか、彼氏ゼロとか。あ、違った。違うから。彼氏とかいらないし。一応気にしてはいるんや。彼氏が欲しいのは欲しいの？ごめんごめん。だってせっかくなのにノリ悪いんだもん。あれ、なんだろう。なに？ああ、事件があったところですか？でね、その高校生の子ちょうど早退したんですって。はいはい。まさか。アンテナに引っかかってるなんて思わないわよね。アンテナ見たかったわ。遅いんだから。アンテナ、ついさっき警察と消防団で降ろしちゃったのよ。怖いわね、こんな近くで死体だなんて。え、早退した高校生がアンテナに引っかかって亡くなってたっていうこと？ちょっと情報量多すぎてよくわかんないんだけどさ。アンテナに引っかかってたん？え、今なんて死体？あ、イエスなんだ。イエスなんだ。あ、そうそうそう、多分早退した高校生が亡くなってたんだけど、その亡くなってた死体がアンテナに引っかかってたってことじゃない？ねえ、なんでアンテナっていう感じじゃない？どういうことじゃ。ただの通りすがりだけど、事件？ああ、まあちょっとな。ったく、あの校長、ここは通すなって言ったろうが。それ聞いてない僕、ここ通っちゃダメって聞いてないな。知り合い？うん、今ね、おじさんのお家でお世話になってるの。こいつの保護者の堂島だ。まあその仲良くしてやってくれ。よろしく。とにかく3人ともうろうろしてないでさっさと帰れ。お、あー、刑事さんか。ちょっとあんまりあれだね、グロい感じだったのかな。いつまで姉妹気分だ。今すぐ本庁帰るか。ああ、すいません。さく、顔を洗ってこい。すぐ自撮り出るぞ。自撮り、自撮り。ダメだ、今鳥が出てきた。焼き鳥が出てきてしまった。そっちの自撮りじゃないね。アダッチ、アダッチ、これからも出てくる？弱々新米刑事さんかも。ジュルリ。地鶏の炭火焼きとかさ、たまにお土産でもらうんだけど、あれめっちゃ美味しいよね。めちゃめちゃ美味しい。アンテナに引っかかってた。あ、そうなんだよ。どういうことなんだろう。アンテナに引っかかってたが意味がわからんすぎる。ねえユキコさ、ジュネスに寄って帰るのまたにしよっか。うん、じゃあ私たちここでね。明日から頑張ろう、お隣さん。うん、明日からまたよろしく。じゃあね、また明日ね。今日はまっすぐ帰りましょう。そうね、周りに犯人かどうかもわからんけどな。アンテナに引っかかってたって言われると全然わからんけど、まっすぐ帰らないこともできるんだ。一旦いろんなとこ探索したい。あ、ダメ、モロキンだ。なんだ貴様、帰宅指示が出てるのを知らん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 。よからぬことに巻き込まれたりしたらどうする。寄り道などせずまっすぐ家へ帰れ。ダメか、寄り道だーって思ったら帰らされちゃった。商店街、警察、ポリスマン、安上高校の生徒さんです。でも早く帰りなさい。そっか、ダメか、セーブしとこ。これセーブ分けた方がいいのかな。分岐とかあったりする？
なんか騒がしいね。警官もいっぱいいるし、何かあったの？事件があったの。緊急事態だ。今日は会社に戻らなくてもいいや。会社はさ、なかなか難しいよね。事件があったら帰んなくてもよかったりするのかな。ピヨ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 。パトカーの音がすごいね。気持ちよく昼寝してたのにうるさくて起きちゃってよ。のんびり生きててよろしい。あ、こっち初めて行けるとこ？中華料理。小籠包食べたい。僕小籠包がいいです。掲示板。ここで求人情報とか見れるんだ。こっちは？こっちなんもない？神社がある。ここは入れないんだ。入れた。お参りしよう。お参り。五円玉持ってますか？用事はない。ダメだ。差し色。おみくじしたい。おみくじしたいな。この人は？誰だこの人。そう、事件。こんな田舎町でまさかな。怖くておちおち歩けないよ。君も今日は早く帰った方がいいよ。帰る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 。周りちょっと見たら染め物屋有名って言ってたね。そういえば染め物。美容院美容院。困っちゃったんだ。電気屋さん。シャッター街。もしかして酒屋さん。この場所みんな覚えとこう。酒屋さん、酒屋さんです。発見者の親御さんの家。酒屋さん、え、待って、発見者の親御さんの店の前。あ、発見したのが早退した子で、亡くなってたのはまた別の人ってことかな。自転車も売ってない。そういうことね。そういうことっぽいね。ユネース。あ、もうさっきの音楽忘れちゃった。イオンね、イオン。パパを待ってるんだ。迎えに来てくれるって。そう、事件があったらしいの。早く帰りなさい。ダメか？ダメだ、今日。どこも行けんやん。河川敷は？また警察だ。君は？河原。あ、ワンワンどうしたの？ワンワン連れてるおじいさんではない。違うおじいさん？海でやんない。ジューネス。合ってる、もしかして。思い出したかも。今コメントで教えてもらって思い出したかも。これは何？これただのベンチ。カラスがちょこちょこ飛んでる。こっちはいけない。ここなんだ。帰ろっか。ダメそうだった。もうどこにも行けなさそう。あ、誰？あ、待って、待って。前の人に話したい。大変だったのよ。畑仕事してたら警察の人が聞き込みに来てね。ほんと物騒よね。おしおし、買い物にも出られないわよ。
今日のお夕飯にプチソールトマトを買いに行こうと思ったのに困るわ。さ、それならちょうどいいわ。うちの畑で採れたのおすそ分け。いい感じの空きさえあれば簡単に家庭菜園ができるんだけど。ほら、堂島さんのお宅の隣とか、あれくらいあれば立派な菜園ができるわよね。あら、ほんと？これ永遠に話してるかもしれん。井戸端会議は永遠に続いてるかもしれん。お野菜育てられたりする？もしかして僕ん家のお隣ここってこと？あ、きちお野菜育てたいな。僕もお野菜育てたい。オッケー。あ、します？やった。永遠に畑育ててるかも。話進まなくなるかもしれん。畑作るのとかめっちゃ好き。ね、無限井戸端会議編だったかもしれない。頑張ってセリフ読んでたけど途中で飽きちゃった。長かった。今日は帰ってこないのかな。あ、お父さん今日はね、今日はちょっと忙しいかも。近くで事件があったから。ではまず今日最初のニュース。なかなか役に立ちます。あ、そうなんだ。で、不気味な事件です。あれかな、なんかさ、お弁当作れるみたいな話あったじゃん、冷蔵庫の方見た時に。それの材料になったりもしかしてする？自分で育てたお野菜でお弁当を作れたら楽しそうだよね。人参以外育てよう。とりあえず人参以外を育てようか。本日正午ごろ、稲葉市の鮫川付近で女性の遺体が発見されました。女性の遺体、アンテナに引っかかってたほか。遺体で見つかったのは地元テレビ局のアナウンサー山野真由美さん、27歳です。え？稲葉警察署の調べによりますと。あ、そうなんだ。そうなんだ。この人そのうち仲間になるかなって思ってたけど、そうなんだ。野菜はなぜかお弁当には使わ、あ、そうなの？使わないの？使えないんだ。なんだ、地産地消的な、あれ？自分で作ったのを食べれるのかと思ったけど、そういうわけじゃないのね。人参ジュースもやだ。人参ジュースも美味しくないよね。普通の果物ジュースにしよう。野菜ジュースもそんなに好きじゃない。実は野菜ジュースもそんなに好きじゃなかったりする。稲葉警察、お父さんの働いてるとこだ。そうそうそう、お父さんお仕事してたの。お父さん心配だけど。難しいよね、この選択肢。簡単に大丈夫だよとも言えないけど、安心はしてほしい気持ちはあるっていうね。野菜が武器にはなるの？野菜武器になるの？え？大根とかを手に持って殴りに行くってこと？それすごい楽しそうだね。僕大根持って殴りに行こっか。そうしよっかな。ううん。お仕事だから仕方ないよ。遺体は民家の屋根の大型のテレビアンテナに引っかかったような状態で発見されました。あるんだ。あるんだ。野菜武器、楽しそうですね。とっても楽しそうなゲームですね。なぜこのような異常な状態になったかは、現在のところ大根は強そうじゃん。ということです。なんか他に強そうな野菜なんだろう。死因も今のところ不明で、警察では事件と事故の両面から捜査を進めることにしています。ただ周辺には地域特有の濃い霧が出ており、本格的な現場検証は明日となる見込みです。通学路の近くで地元テレビ局の女子アナの遺体が見つかったらしい。山野真由美アナ、つい先日同じ地元の議員秘書の男性との不倫騒動が報じられたばかりだ。証拠隠滅？屋根の上で見つかったの？なんか怖いね。怖いし、証拠隠滅だとしても屋根の上は意味わからんよね。あ、ジュネスだ。あ、ジュネス、そんなに好き？ジュネスは毎日がお客様感謝で、来て、見て、触れてください。 Everyday Young Life ジュネス。
Juness. Every day, young life, Juness. 覚えた覚えた。あ。Juness。覚えた？ナナコね、一番うまいんだよ。選択肢合ってた？違った？歌うと助かる。歌う？これ永遠に歌う？エビデイヤンぐらい。ジュネスの歌歌う歌枠やる？耐久。どうやら怖い話は忘れたようだ。いいことだ。で、またクイズ番組やってない？だよね。毎日クイズ番組だ。玉ねぎは使わんの？お料理できんって言ってたのにネギは買ってあるんよね。気になるもの入ってない。なるほどね。サントラ。え、ジュネスのサントラ？え、ジュネスのサントラ？違う、サントラの中にジュネスが入ってる、もしかして。ジュネスのテーマあるんだ。ちょっと気になるかも、それ。ジュネスのテーマめっちゃ気になるかも。普通にこれのサントラも欲しいけどな。いい感じだよね。ペルソナのさ、音楽もいい感じだよね。さっきのベルメットルームの音楽とかも好き。弁当を作りたいなぁ。セーム。こっちは玄関には出れないでしょ？多分。お風呂は入れないんですか？僕、お風呂に入りたい気がする。昨日入った君お風呂。お風呂入れないですか？もしかして。ダメかも。この主人公ずっとお風呂入らないかも。あ、またさ、あー。またやった。花村くんだっけ？助けた方が良さそうだ。ずっとこのままでも楽しそうだけどな。すごい楽しそうだよ。ぐるぐるしてるし。いやー、助かったわ。ありがとな。そうだ、転校生だ。そう、ライエルです。ライエル。俺、花村陽介。陽介、よろしくな。陽介、よろしく。怪我はない？自転車は大丈夫？あえて自転車の心配をしていく。多分怪我はないが一番いいと思うんだよね。怪我はないが一番いい気がするんだけど、一旦自転車の心配しとこうか。俺より自転車。ああ、言われちゃった。好感度とか変わったりするかな。好感度とか変わったりするのかな。なあ、昨日の事件知ってんだろ。知ってる知ってる。女子アナがアンテナにってやつ。あれ、なんかの見せしめとかかな。事故なわけないよな、あんなの。見せしめ？見せしめか。それで屋根の上に開けたってこと？わざわざそこまでする？そうかも。わざわざ屋根の上にぶら下げるとか、まともじゃないよな。つか、殺してる時点でまともじゃないか。やっべ、遅刻。後ろ乗ってっか。ちょっとギコギコ言ってるけど。毎日ぶつかってるのかな。チャリだいぶ丈夫だね。二血してもらったかも。大丈夫？捕まったりせん？倫理なんだ。モロキンも倫理学んだ方がいいよ多分。高校生にもなって死後現金も守れんとは、常識というものが分かっているのか？それって、あなたの常識、死後現金はあんまり関係ないんじゃない？わからん。倫理の、倫という字には、人が守るべきという、人が守るべき道という意味がある。わしのありがたい授業で貴様らの腐った証拠を正してやろう。倫
理、倫理じゃなくて道徳じゃん。一回道徳を学んできた方がいいかも。特に殺人事件の後に野じ馬心成し取るやつは覚悟しておけ。教科書。知識が高まった。はあ、はあ、ああ、授業を受けると確かになんか知識系のステータス上がった気がする。先生に説教するよ。だってね、あんな感じの先生よくないもん。子供のお手本的にさ、よくなくない？将来あんな感じで育ってったら嫌じゃない？まあ、慣れた。へえ、早いな。でしょ？ここって都会に比べりゃ何もないけどさ、逆に何もないがあるっての？空気とか結構うまいし、あと食い物とか。ちょっといいこと言ってる。ここ何もないがある？この名物何？ビフテキ。すごいっしょ。やぼったい響き。ビフテキ。ビフテキ。ビフテキ。俺安いこと知ってんだけど、ご飯。おごるぜ。今朝助けてもらったお礼に。やった。ご飯。私にはお詫びとかそういうのないわけ。ね、肉。ご飯食べたい。ご飯。清流伝説。ね、飯の話になると来るなお前。ユキコもどう？一緒におごってもらう？ウキウキられる。ご飯の話になるとついウキウキしてしまう。いいよ、太っちゃうし。わあ。それにうちの手伝いあるから。太っちゃうし。ぐさ。僕に今ぐさってきた。ライエルに50のダメージ。ビフ的にウキウキライエルさん、かわいい。食べたいもん、ビフ的。名物らしいし、きっと美味しいよ。天城って、もうおかみ修行とかやってんの？そんな修行なんて、忙しい時、ちょっと手伝ってるだけ。それじゃあ私、行くね。頑張って。仕方ないか。じゃあ行こう。ご飯。マジ二人分おごるな。よろしくお願いします。おごって。太る。ライラさんにいらないそれ。いらない。脂肪いらないでーす。ジュネスフードコート。あ、焼きそばラーメン。ラーメンもいいなー。店ってここかよ。ないの？ここビフ的なんかないじゃんよ。ないの？騙された僕、ビフテキって言ったのに筋肉はもらう。いや10日じゃない。それ多分10日じゃない。筋肉なんて言うんだ、何を言いたかったか忘れたけど、10日じゃないことだけ主張をしていく。お前にもおごんならあっちのステーキハウスは無理だっつの。ステーキ食べたかったよ。自分家連れてくることないでしょ。別に俺んちってわけじゃねえって。ミンチここフードコートがお家。お前にはまだ行ってなかったよな。俺も都会から引っ越してきたんだよ、半年ぐらい前。親父が新しくできたここの店長になることになってさ。あ、そうなんだ。ジュネスのところの息子さん。家族で来たってわけ。ジュネスのところの息子さん。歓迎の印ってことで。いいとこの坊ちゃん。いいとこの坊ちゃんかわからんな。ジュネスがどれくらいの規模かわからんけん。里中のもおごりだぞ。あ、知ってる。知ってる。乾杯。乾杯。たわいない話で盛り上がった。ここってさ、できてまだ半年くらいだけど。行かなくなったよね。あ、そういうこと？ここができちゃったから地元の商店街をシャッター街になっちゃったみたいな話？店とかどんどん潰れちゃった。あ、別にここのせいだけってことないだろ。そうね、ここら辺の話はちょっとあれね、息子さんに話すのはあんまり難しいお話よね。贅沢な肉、略して精肉。なるほど。贅沢な肉。
贅沢な肉は欲しいんだけど、贅肉って言われると欲しくなくなっちゃうよね。略さない方がいいかも。美味しい高いお肉は欲しい。ん？美味しい高いお肉は欲しいけど、贅肉はちょっとっていう感じかな。いいとこかは分からんけど、就職には、うん、確かにそうだ。そうだね。そのまま店長ならんかな。どうしたんじゃろ、小西先輩。悪い、ちょっと。彼女？そうならいいんだよね。違ったか。違ったか。残念だな。小西先輩。家は商店街。酒屋さん。酒屋さん。小西先輩、覚えた。あ、昨日早退したて、あ、天杯？天杯。それは麻雀だな。先輩、昨日早退して見つけた、あれ、第一発見者になった先輩だったりする？もしかして。ねえ、仲良くしとこう。酒屋さんって言うから、もしかしたら安くしてくれるかもしれん。酒屋に反応はするよ。リフテキよりもまずは酒屋だよ。大事。けど、ここでバイトしてんだっけ？お疲れっす。なんか、ね、元気ない。元気ない。やっぱり昨日の、今やっと休憩。やる？やる？酒、そう、酒は大事。1に酒、2に酒、3に美味しいもの、4に睡眠。ダメすぎるな。その生活ダメすぎる気がした今。はなちゃんは？友達連れて自分家の売り上げに貢献してるとか？むかつくな。はなちゃんって呼ぼう。つか、本当に元気なさそうだけど。何かあった？別に、ちょっと疲れてるだけ。何かあったら何でも言ってよ。俺大丈夫だって。 ありがとね。振られた。はあ、あーもう。あ、やっぱそうだ。なんで昨日早退なんてしたんだろう。第一発見の人だ。あの子、もしかして最近入ったっていう転校生？はい、僕、転校生のライ・エルです。仲良くして、仲良くして、よろしくお願いします。君が転校生？あわよくはお酒を、私のことは聞いてる？お酒をお安くしていただけるととてもとてもダメかな。若い子同士はやっぱり気が合う？の辺はダメかな。花ちゃんが男友達連れてるなんて珍しいよね。あ、女の子ばっかり連れてます。別にそんなこと。こいつ友達少ないからさ、仲良くしてやってね。わかった。でも花ちゃん、おせっかいでいいやつだけど、うざかったらうざいって言いなね。わかった、うざい。言いたいな、これこれ言いたいな。安くしたら、あ、売り上げ厳しくなって経営が難しくなる。じゃあ高くしてください。売り上げに貢献していきます。僕、売り上げに貢献します。よっしゃね。ダメかな。はなちゃん、ちょっとうざいかも。合わせなくていいって。怒られた。逆にムカつくんだけど。ダメか。こっちはもう休憩終わり。やれやれっと。それじゃね、バイバイ、またね。先輩、今狙ってるの？先輩、はなちゃん狙ってる？人のことうざいだろうとかって、小西先輩の方がおせっかいじゃんな。先輩、おせっかい、あれかな、花ちゃんにお友達が。あ、待って、今音消えたね。あの人、弟いるもんだから、俺のことも割とそんな扱いっていうか。なるほどね。弟扱い、不満ってこと？そういうこと？分かった、やっぱそういうことね。狙ってる？地元の老舗酒屋の娘とデパート店長の息子、燃え上がる禁断の恋。禁断なんだ。アホか、そんなんじゃねえよ。照れてる。そういうことだ。応援しに行く。悩める花村にいいこと教えてあげる。真夜中テレビって知ってる？真夜中テレビって知ってる？雨の夜の午前0時に消えてるテレビを一人で見るんだって。午前0時だって。あと24分くらい、今日は雨降ってるんだっけ。
お外確認してなかったけど、さっきビンさんが雨降ってるみたいな言ってたっけ。あと24分、消えてるテレビを一人で見てみましょうか。うん。まあ街の人からしたらスーパーは、確かにね、老舗のお店からしたら突然できた大きいスーパーは、あれかもしれんよね。わかりません。ペルソナ、実況者を借り取るもの？ちょっと怖いか、怖いかも。今後ともよろしく。はじめまして、来てくれてありがとうございます。よろしくお願いします。ライエルと申します。で、画面に映る自分の顔を見つめてると、別の人間がそこに映ってるってやつ。それ、運命の相手なんだってよ。ちょっとホラーだね。なんだそりゃ。何言い出すかと思えば、お前、よくそんな幼稚なネタでいちいち盛り上がれんな。よ、幼稚って言った？信じてないんでしょ。なんかさ、信じてなくてもとりあえず一回やってみたい感はない。こういうの聞くと一回やってみたくなっちゃったりせん？僕だけ？信じるわけねえだろうな。だったらさ、ちょうど今晩雨だし、みんなでやってみようよ。これ一人でやんなくても大丈夫なの？みんなでやってもできます？おめえ自分も見たことねえのかよ。久しぶりにアホくさい話を聞いたぞ。ね、やっちゃうよね。とりあえず一回試してみようってなっちゃうよね。やっぱり殺人なのかね。できるできないは置いといてね。多分できないんだろうなっていう心はあるんだけど、やってしまう。あ、やった迷子さん。やってる人がいた。僕も明日できないや。明日は配信あるから、明後日やってみる？0時、雨降ってるかな。実はその辺に犯人とかいたりしてな。わーい。そういうの面白がんなっての。幼稚はどっちだよ。とにかく今晩ちゃんと試してみてよね。わかった。あ、みんなで試すんじゃなくて、それぞれ試してみてねっていうお話なんだ。みんなでやるのかと思った。深夜は眠々だから試したことないか、ないか。でも0時だったらギリギリ間に合いそうな感じの時間な気はする。家の地域雨降ってる。あ、じゃああと22分になったけど。試してみてよ。他の人映るかもしれんよ。複数人見えたらどうなるんだろう。運命の相手いっぱい？ハッピーハッピーってこと？一人に対して運命の相手がいっぱいをハッピーハッピーじゃない？選びたい放題じゃない？試してみよう。夜。あ、ななこちゃん元気がない。パパが帰ってこないから。お父さんから。心配ない？心配なーい。大丈夫？うん。元気なかった。あ、パパ。帰ってきた。おかえり。複数人だから全員愛せばよいのか。そうそうそう。そういうこと、そういうこと。ただいま、何か変わりなかったか？ない。帰ってくるの遅い。そういうことって言ったけど、またあれじゃん。そうするとさ、浮気とかの話になさっき散々ダメとか言ってたのに、浮気とかの話になってくるかもしれん。悪い、仕事が忙しいんだよ。パパもお疲れじゃあね。テレビニュースにしてくれ。オッケー。一夫多妻制の国に行くしかないね。ちょっと日本だと厳しそうだから、次は別の国で頑張らんといけんかも。あの事件の続報です。あ、昨日の事件の続報かな。稲葉市でアナウンサーの山野真由美さんが、民家の屋根で変死体となって見つかった事件、山野さんは生前歌手の柊木美鈴さんの夫で議員秘書の生為太郎氏と愛人関係にあったことが分かっています。でもこれは確定なんだ。愛人関係にあったのは確定なのね。証拠隠滅のためとかではなさそうっていうこと。議員秘書の男性と不倫関係にあり、その男性の妻は柊木美鈴。異性関係のトラブルによる事件だろうか。あー、ワンちゃんその女性側から、なんやねんみたいな感じで、浮気相手を殺
殺しに行ってしまったみたいな可能性もあるかもしれんけんね。後々わかります。よし、じゃあ後々を楽しみにしよう。警察では背後関係をさらに調べるとともに、関係者への事情聴取を進める方針です。番組では遺体発見者となった地元の学生に独自にインタビューを行いました。さっきの酒屋さんの第一発見者のインタビューだ。酒屋さんの子、どこから掴んでんだ、まったく。ね、最初に見た時どう思いました？お顔映っちゃってるよ。顔は見た。お顔映っちゃってるよ。こういうのって目線入ったりせんの？モザイクとかは？あ、声は変わってるよ。あ、一応顔もぼかされてるのね。見たね、今日見たね。霧の日に殺人なんてなんだか怖いよね。殺人なんですか？最近この辺りで不審な人とか見たりしなかった？いや、私は何も。早退した帰りに見つけたってことだけど、早退は何か用事で？そういうのさ、聞くの良くなくない？良くないと思うな。ただでさえさ、普段見かけないものを見て精神が弱ってる気がするんだけど、良くないと思うな。ね、小西先輩に似てる気がする。あ、ミガちゃんいらっしゃいね。ぐいぐい来るタイプのリポーターさん。リポーターさんかな。リポーターさんってよくこういう人よくないよね。地元の商店街の近くで起きた悲惨な事件、商店街関係者の多くは客足がさらに遠のくのではと懸念しています。確かにね。またシャッターが増えてしまう。お前らが騒ぐから余計に客足が遠のくんだろう。それはあるかもしれん。まったく奇怪な事件ですね。民家のアンテナに引っ掛けて逆さに吊るすってんだから。逆さになってたんだ。何かの見せしめか犯人からのアピールといったところでしょうな。犯行声明などは出ていないようですが、いたずら電話なら殺到してるかな。相当お疲れらしい。パパも相当お疲れらしいです。そもそも死因は不明のままだし、容疑者の一人も見つかってないわけでしょ。事件か事故かもわからないなんて。たく、警察は血清で何遊んでるんだか。言われてる、言われてるよ。では一旦 CM です。ジュネスは毎日がお客様感謝で。Everyday Young Life ジュネス。Everyday Young Life ジュネス。かわいいな。これ毎日もしかして聞ける？ななこちゃんのジュネスは毎日聞けるやつ？ねえお父さん、今度みんなでジュネス行きたい。ジュネス。コメントでも歌ってくれてる。ジュネス。ダメ？あ、パパ寝ちゃったかも。パパお疲れだ。しかもいびきかくタイプだ。ああ、もう。かわいそうに。僕が連れてってあげようか、ジュネス。毎日はどうだったかな？毎日は聞けないのかな？あの CM 毎日流れたりしん？またクイズ番組だ。ずっと同じ番組見てない？寝るときお父さん起こして連れてくよ。よろしくね。パパー。寝てる？ここで寝ないで布団で寝た方がいいよ。通れないんだ。お父さんの足長くて通れないんだ。セーブどのタイミングで分けるのがいいかね。戦闘が挟まったら分けるかね。冷蔵庫は1階だけなんだ。もう寝る？部屋にもテレビあったっけ。私服だ。そろそろ0時。雨の夜にテレビを見つめると運命の相手が映る。知恵の話は本当だろうか。映るかなあ。ムービーじゃん。わ、つくんだ。テレビつくんだ。暗いとこに映るんじゃなくて。
われたか。何時は我なら扉を開く。映った？誰か映った？人の顔は見えんかったけん。まだ？声聞こえたね。吸い込まれてる見てリアルでこれ体験したら自信ある。確かにリアルはちょっと嫌だかも。リアルはちょっと嫌かも。突然声聞こえてきたらびっくりしちゃうかも。大丈夫大丈夫。平気。起こした？0時だもんね。寝てたかもしれん。起こしちゃった？すごい音したから。お隣か。おやすみなさい。おやすみ。もうテレビ入れない？僕テレビに入りたい。ダメですか？ダメそうだね。ずっと雨だ。お天気が良くない。傘持ってこんかったん？アイアイ傘です。アイアイ傘です。青春が始まる。最近見たカンフー映画で傘使ったアクションがあってさ、真似してたら落ちちゃった。アクティブな感じね。そういえばあれ見た？見た？そっか、見たんだ。けど映ってたのって。映ったのはね、よくわかんない映像だった。あんまりよくわかってない。何時はなんちゃらみたいな言われたけど。何？気づいた？気づいちゃった？あいあい傘してることに。走ってくの？一緒に学校行こうよ。ここから始まる競争？ここから始まる競争だ。ダメ？ダメか。ダメそう？いいよ。一緒に行こう。行こう。あの夕日に向かって一緒に走れみたいな青春の話ではなかったらしい。え？そう、ふうえひみこさんでしょうか。名前は合ってますかね。先生ちょっと個性的すぎん？どうしたその頭と杖。特技はダウジングでのお世物探し。好物はロマンじゃ。いいね、その好物。世界史とは壮大なるロマン。古代より生まれ、今へと続く川。わらわと共に1年間、歴史の奥深さを堪能いたそうぞ。ほう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 。ちょっとポケモン以上にキャラが強いかも。これ、ここの先生たち。そうじゃの、一から世界史を始める。今日にふさわしい問題でも出そうかの。では、転校史の来史や、こたちあれ。なんじゃ？西暦とか、キリストが誕生した頃を基準にして始まったものであるが、西暦1年の前年は何と呼ばれる？紀元前1年。合ってる？よかった、よかった。待って、突然こういうの来るんだ。怖いな。これから僕がバカなのがバレていくっていうこと？もしかして。もしかして授業を受けるたびに僕がバカなのがバレてしまう可能性があるっていうこと？お勉強しなきゃ。数学のように考えると西暦0年が自然じゃが、そこが世界史の面白いところでの。
西暦が定められた当時はゼロの概念がまだなく、西暦は1年から始まったのじゃ。ね、ほんと冬打ちで冬打ちで学力確認が来てしまった。びっくりしちゃった。危ない。正解してよかったかも。その結果、西暦1年の前年は紀元前1年となっております。さて、そなたらにもゼロではなく1から世界史を始めてもらうといたそうか。なるほどね、それが言いたかったんだ。選んだ答えは正解だったようだ。よかったーよかったー。怖いって、全然真夜中テレビより怖かったかも。逆さに逆さって何なの、やばくない。あれ、逆さ処刑とかそういうアピール、あー怖すぎ。なんかさ、タロットの話が出てたけどさ、タロットとか関係ある？逆さ位置みたいなのあるよね、タロットって。反対になると意味が違うみたいなのあるよね。死体見つけたの3年の小西って人らしいよ、先輩が言ってて。あ、花あのさ、どうしたん？いや、その大したことじゃないんだけど、実は俺昨日テレビでなんか見た？あ、やっぱその気になる、気になるじゃんそういうの気になるんだよ、僕。言ってほしいんだよ、途中まで言うなら言ってほしいんだよ。花村、噂聞いた？何の噂？事件の第一発見者って小西先輩らしいって。だから元気なかったのかな。あ、お休みなんだ。学校来てないっぽいし。あれ、ゆきこ、今日も家の手伝い？今ちょっと大変だからごめんね。あー、なんかあれだよね、お家泊まってたみたいな、旅館に泊まってたかもしれんみたいな話をしてたもんね。それで忙しいんかな。なんか天城、今日特別テンション低くね。何かあったのかも最近。ところでさ、昨日の夜見た。え、その話したい僕。いや、まあそのお前はどうだったんだよ。見た、見えたんだって。女の子けど、運命の人が女ってどういうことよ。そういう世界もあるかもよそういう世界もあるかもよ。さっき女の子も男の子も攻略できるっていう話聞いたから。誰かまでは分かんなかったけど、明らかに女の子でさ、髪がね、ふわっとしてて肩ぐらいで、うちの制服で。それもしかしたら俺が見たのと同じかも。あ、本当？俺にはもっとぼんやりとしか見えなかったけど。僕も見た。え、じゃあ花村も結局僕もびっくりマーク出てたけど、僕も見てました。しかも同じ子、運命の相手が同じってこと？バチバチ三角関係ってこと？バチバチ三角関係、もしかしたら四角関係ってこと？知るかよ。で、お前は見た？僕も見たらしいんだ。見たらし団子ってこと？お前が見たのも同じ人っぽいな。同じ人だったらしい。修羅場、ワクワクね。修羅場かも。しかし妙な声ってのはともかく、テレビに吸い込まれたってのはお前。そう、僕テレビに吸い込まれたの。動揺しすぎ？じゃなきゃ寝落ちだな。寝ぼけてたってこと？寝不足？疲れてたのかな。ちょっと転校して疲れて寝落ち？けど夢にしても面白い話だね、それ。でしょう。テレビが小さいから入れないってとことか。あ、変にリアルでさ。そういうことか。テレビが小さくて入れなかったんだ。肩で詰まってたもんね。もし大きかったら。大きいテレビ買おう。40インチくらいなら入れるって。多分40インチのテレビが欲しい。そういえばうちテレビ大きいの買おうかって話してんだ。いいじゃん、買い替えようよ。へえ、相当お疲れだったかもしれん。めちゃめちゃ疲れてて、ね、寝ぼけまなこでテレビを見たら、テレビに入る夢を見たんだみたいな話かもしれん。なんなら帰りに見てっか。うちの店、品揃え強化月間だし。見てく。親家電疎いし、早く大画面でカンフー映画見たい。大きい画面、はいはい、大きい画面でゲームしたい僕も。お前が入れそうなのだから。やった、
全く信じてないような。みんなでジュネスに寄っていくことにした。いいね、いいね。テレビ以外もちょっといろいろ見たいかも。僕新しいモニターも欲しい。これ何インチだ？めっちゃでかいね。あ、ゲームをハウリングした？なんかさ、この間からね、ガチョウのゲームらへんから若干ゲーム音おかしかったりする気がするんだけど、僕の気のせいじゃない。僕が聞いてる方は大丈夫なんだけどさ、たまに配信の方の音バグってる気がするんだよね。あ、ハウってるんだ。ちょっと待って。あ、これで、さっき音がハウった？ちょっと待ってね。詳細の表示。優先度を若干上げれば、いける気がするんだ。OK、今ちょっと設定を修正したんだけど、またなんか変なのあったら教えてください。多分直せる気はする。あれ？声もハウった？声もハウった？声はなんでだ？あとで、アーカイブ見直す。アーカイブ見直してちょっと、原因が今すぐわからないけど、とりあえず普段は大丈夫そうってことだよね。たまーにって書いてあるから。一旦このまま進めようかなと思います。バトル一回くらいはしたいんだけど、まだ長いかな？バトルするまで長いかな？ゲーム音だけバリバリだった。あれー？あ、ゲーム音、あ、ゲームの声が、あ、なるほどね。多分ね、優先度下げちゃってたからな気がする。リソースを割く。パソコンのリソースを割く優先度下げちゃってたからな気がするんだけど、今上げたからこれで直ればいいなっていう感じ。さあ。金持ちなんじゃん。けど、うちでテレビ買うお客とか少なくてさ、この辺店員も置かれてないんだよね。テレビね。まあテレビってそんなに買い替えるもんでもないしな。ない売り場だね。ずっと見てられるのは嬉しいけど。周りの人が少なかったら余計にそうだよね。田舎とかで。やっぱ入れるわけないな。夜になったらきっと入れるよ、君たちも。寝落ち確定だね。だいたい入るったって、今のテレビ薄型だから、裏に突き抜けちまうだろう。そういうこと？そのままテレビに入るってこと？てか、何の話してんだ？で、里中、お前んち、うん、どんなテレビ買うわけ？どんなテレビがいいですか？でっかいっていうことしか知らん。安いやつって言ってた。安いやつ。おすすめある？安いでっかいやつ？こちらなどいかがでしょうか、お客様。この春発売されたばかりの最新型で。うん。全然安くないじゃん。ゼロ一個多いだろって。てか、まずお前の安いがどんくらいか聞かないと。それはそうだ。ご予算おいくらでしょうか。花村のコネで安くしてよ。そんならここで買うからさ。それはちょっと厳しいかな。そういうのは無理だって。あれじゃん、そこにいるさ、そこにいるパネルの人、演歌歌手の人だよね。演歌歌手？不倫がなんちゃらみたいな、奥さんの方だよね。5円で、あれ、5円か。5円のテレビか。紙とかで作ったやつかな。折り紙とかで作ったテレビでいいかな。じゃあ、こっちとかどうだ？展示品でちょっと古いけど、これなら。そっか。これだけ大きければ本当に入れそうだ。さすがにね。え、入れるんじゃん。そういやさ、お前んちのテレビって夜じゃなくても入れるんだ。そうなんだ。僕、手が突き抜けてます。何？どうしたの花村。うん、どうしたんだろうね。どうしたんだろう。あいつの腕刺さってない。テレビ壊しちゃったかも。ちょっとパンチしたらテレビ壊しちゃったかもしれん。ごめん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 って。あれ、最新型？新機能とか どんな機能？そういう感じ。新しいテレビは突き抜けられるみたいな。液晶は本当に液だったっていうこと？嘘、マジ
ってんの？刺さった。マジだ。本当に刺さってる？そう、僕実はさ、実はマジックができてさ、テレビに手が刺さるんだよね。これすごい練習したんだ。どうなってんだ？種は？種も仕掛けもございません。もう少し入るかもしれない。いけ。バカ、様子って何してんの？怖いな、この人。お店のテレビに入ろうとしてる人怖いな。すげえ。中に空間が広がってる。二人にそう伝えた。中って何？空間って何？それはそうなる。ね、さすがにさ、不審者すぎるよね。こんな人だったら捕まるって。中は相当に広そうだ。広いって何？っていうか何？一緒に入ってみる？みんなも手入れたら入るかもしれんよ。やっべえ、びっくりしすぎて。やめてそれは。ちゃんとトイレに行って。は？漏れる？息どきなくて我慢してたってか。トイレ行きなさい。漏る、漏る。漏るって何？客来る、客、客。え、ちょっとここに半分テレビに刺さったらいいんですけど。騒がしいな。どうしようどうしようね。いやでも出れるでしょ、僕多分。あ、君たち、ああ、お手洗い行かなくて大丈夫だった？そのままこっち来ちゃったけど。あ、そういうアート、確かにそういうアートもありそうだよね。壁に刺さった人みたいな。いてアートっていうことにしとこう。テレビコーナーに一個だけ。もう何なの一体。テラバート、何ここ、ジュネスのどっか。なわけねえだろ。だいたい俺たちテレビから。つうかこれ何がどうなってんだ。ね、情報量は多いね。いっぱいすぎる。さっきのあのアンテナに引っかかってたあたりから情報量はたくさんある。どこだこれは。何なのこれ。怪我はとりあえず大丈夫そう。あ、正解だったらしい。やっぱ一応あるんだ。どの毎回選択肢はステータスが上がるのがあるっぽいね。正解を選ぶとありそう。迷うな。正解っぽいのを選ぶか、自分が選びたいのを選ぶか迷うね。若干ケツが割れた。元から2つに割れてるから大丈夫。そうそうそう。うわ、な、何？ついに漏らした？やだ。バカ、見てみろって周り。あ、ステージ？これってスタジオ？スタジオ？すごい霧じゃない。ナイスツッコミ。ね、ナイスツッコミ。元から割れてるぞ。こんな場所、うちらの町にないよね。僕はまだ見てないな。あるわけねえだろ。どうなってんだここ。やたら広そうだけど。これってだいたいさ、ボスに関係あるステージっぽくなってた気がするから、5だと。このステージに関係ある人が出てくるのかな。調べてみよう。え？だけど一旦調べないとさ、何も知らない方が怖い気がする。とにかく一回帰ってさ。帰り方わからんくない？あれ一周目はネタに走るのも楽しいよ。ネタに走っとく。確かにな、なんかフェルソナ、あれフェルソナってさ、2周目の引き継ぎ特典みたいなのってあるんだっけ？普通に2周回るだけ？僕5の方は1周しかしてないから、わかんないんだけど。あるのかな？私らそういや、どっから入ってきたの？ね、上から落ちたから多分上にある気がする。あ、あるんだあるんだ。じゃあ2周目も楽しめるね。確かにそれはいっぱいやっちゃうかも。引き継ぎあるんだ。いっぱいやっちゃうね。そうしたら本当に時間が溶けてくやつだ。出れそうなとこないんだけど。
上とかに開いてたりしないのか。テレビの窓とかない？知らんよ、私に聞かないでよ。主人公のステータスなどの、ステータスが引き継げるんだ。なるほどなるほど、強くてニューゲームってやつですね。いやだ、もう帰る、今すぐ帰る、はい、帰る、昨日の僕かな。もう帰る、やだ、帰るっていっぱい言ってたよね。アーカイブ見直したけど、めっちゃ帰るって言ってた覚えはある。だからどっからだよ。そう、落ち着いてまずは出口を探しましょうよ。出口な、そうだよな。冷静に、冷静に、落ち着け落ち着け。とりあえず出口を探すぞ。ここ本当に出口とかあんの？多分ある。現に俺らここにいるんだ。ってことは入ってきた場所があるはずだろう、絶対、うん、それはそうだけど、てかなきゃ帰れないだろう。とにかく調べようぜ。帰るぞ。帰り道を探す旅に出ます。帰れそうじゃない？さすがにまだ？何ここ、さっきんとこと雰囲気違うけど。建物の中っぽい感じあるけど、くそ、霧すごくてよく見えねえ。大丈夫？帰って遠ざかってたりしない？その可能性もあるよね。よくわからんまま歩いたら遠ざかってる可能性は全然ある。けどある程度噛んでいくしかないだろう。そうだけど、今は先に進むしかなさそうだ。どこ？あ、この辺ちょっと霧薄くない？あ、待って、あれじゃん。後ろのポスターさ、演歌歌手の人だけど、なんか顔んとこめちゃめちゃちぎれてない？県外か。ま、当然か。さっさと行かないでよ。よく見えないんだから。え、何ここ？あ、やっぱそうだよね。行き止まりだよ。出口なんてないじゃん。首吊り紐的なのが、首吊り紐的なのがホラー展開ですか？ある一方だな。なあ、つかもう無理だぜ。もう。もう。ハナちゃん、俺の暴行は限界だ。やめてよ、ここで漏らさないでよ。ちょ、花村、何してんの？え、出さなきゃ漏らんだろうが。ハナちゃん、そこでやんの？勘弁してよ、勘弁してよ、勘弁してよ。みんなよ、見られてないだろ。ここでやらんでよ。もう、出ねえ。いけませんお客様、本当に本当に僕の配信でやらないでねえ。アナちゃん、知らねっつの。録画、まあ録画みたいなもんだよね、配信載ってるから。アナちゃん、これ配信に載ってるよ、みんなに見られちゃうよ、どうする？指にしても、何の音？ジャック？何なのこの部屋、このポスター全部顔がないよ。そうそうそう、全部顔がないの。切り抜かれてる。この周りは絵の具ですか？とかってこと。この椅子とロープ、あからさまにまずい配置だよな。輪っかまであるし、これスカーフか？スカーフ、スカーフつけてた人いたっけ？ねえ、戻ろう。さっきんとこ戻って、もう一回出口探した方がいいよ。そうね、行き止まりだったらとりあえず元に戻って出口を探しましょう。なあ、あのポスターってさ、どっかで気づいた？それ多分演歌歌手。あ、しらべくん、おはいる、いらっしゃい、来てくれてありがとうございます。いいから、今なんか P4G のやだこんな場所、テレビに吸い込まれたところ。裏の世界かな、裏の世界にちょうど入ってきたところで出口を探してます。それに
んかちょっと気分悪い。この部屋あんまり良くなさそう。サンチ下がりそうな気がする。そういや俺も出よう出よう。体が重い気がする。この場所の異様な雰囲気のせいだろうか。わかった戻ろう。なんかマジ気持ち悪くなってきた。戻りましょう戻りましょう。僕帰る。帰ってきた。やっと戻ってこれたよ。何あれ、なんか増えた。なんかいる。何がいる。あ、これ知ってるかも。これサムネ作るときに見たかも。何これ、サムじゃないクマ。なんなんだこいつ。君らこそ誰クマ。喋った喋った。ペルソナは5しか知らないから4初見。そう、僕もさ5しかやったことなくてさ4初見なんだよね。一緒に楽しみましょうストーリー。貴様わしの目の黒いうちは清く正しく配信しろ。あ、モロキン先生じゃん。はじめまして、来てくれてありがとうございます。モロホカキンシローになっとる。クマークマー喋ったー。このぬいぐるみ喋ります。誰よあんた。やる気やる気。そんなに大きな声出さないでよ。クマは怯えてる。中身が気になるな。中身みたいな。君は、とりあえず君は誰？クマはクマだよ。ここに一人で住んでるクマ。クマはクマなんだ。わかった。ここは、クマがずっと住んでるところ。名前なんてないクマ。クマ、あれクマ。ずっと住んでるところ。クマってさ、ファイブに出てきたっけ？この子いたっけ？見たことある気がするのは気のせい？とにかく君たちは早くあっちに帰るクマ。帰りたいの。最近誰かがここに人を振り込むからクマ迷惑してるクマよ。そういうこと？誰かが放り込んでるんだ。自分で来るわけじゃなくて。人を放り込む？何の話だ。誰の仕業か知らないけど、あっちの人にも少しは考えてほしいって言ってんの。ちょっと何なわけ？いきなり出てきて何言ってんのよ。ファイブにはいない。じゃあなんか別のやつで似たようなのが出てきたのかな。ぬいぐるみのクマどっかで見たことある気がするけど別のやつか。あんた誰よ、ここはどこよ、何がどうなってんの。ね、どうなってるのよ。奥村と明治神宮だかに出かけるとお土産にもらえる熊手のデザインのクマ。そうなの。熊手、お土産に熊手買ったことないな。あ、いっちゃった。あ、さっきいた熊よ。とにかく早く帰った方がいい。熊帰りたい。見たとしたらニューシネマラビリンス、ニューシネマラビリンス知らないやつかも。どれで見たんだろう。あれかな、普通にダンスなんちゃらみたいなのフェストラン出てるじゃん、そっちで見たんかな。要はここから出てけってんだろ。俺らだってそうしたいんだよ。けど出方がわかんねえっつってんの。そうそうそう、出たいんだ。おっきい、だからクマが外に出すっつってんの。出してくれるクマさん。だからわかんねえな、出口の場所がわかんねえっつってね。そう、ダンスのもあるよね。あれまださちょろっとしか触ったことないけど買ったんだ。テレビ。だこりゃ。テレビ？そのテレビの大きさ入れるかな。ギリギリ入れるかな。クマ、僕は忙しいクマだクマ。いきなり何？うわ、ちょ無理だって。押し込まれた？押すなって。三人一緒には無理だよ。3人一緒にはちょっと厳しいかも。詰まっちゃうかも。排水管詰まっちゃうかも。帰っ
ってこれたかな。ああ帰ってこれたみたい。一応同じとこに出るんだね。戻ってきたのか。うん、ただいま。ただいま現世。ただいまより1階お惣菜売り場にて恒例のタイムサービス。タイムサービス。唐揚げが食べたい。唐揚げ、ポテトサラダ、お惣菜ってあとなんだろう。今夜のおかずにもう一品。ジュネスの朝取り山菜セット。山菜セット。いいね。山菜セット買います。クモはペルソナ4のマスコット。マスコット。ダメだ、もう記憶が曖昧すぎて、5にもマスコットっていた？曖昧すぎるな。ヤングもシニアも。お見逃しのないようお得なタイムサービスをご利用ください。はい、もうそんな時間かよ。タイムサービス結構長くいたんだ。そうなの？タイムサービスの時間って何時くらいですか？そうか、ファイバーマナ、それかもで、モルガナいた気がする。18時か19時。なるほどね。放課後。何時に放課後になったかわかんないけど、3時間4時間くらいかな。思い出したあのポスター。ほら、見ろよ。向こうで見たの、あのポスターだろ。何よ、いきなり。あ、そうそうそう、ここにもさ、そう、パネルあったもんね。本当だ、あれだ。さっきは顔なくてわかんなかったけど、ヒイラギミスズだったんだ。イエス。最近ニュースで騒がれてるよね。旦那がこの前死んだ山のアナと不倫してたとかって。うん、おい、じゃあ何か、さっきのわけわかんない部屋、山のアナが死んだ、ね、関係ありそうな気がしてる。関係ありそうな気がしてる。そういや、あの部屋やばい、輪っかがぶら下がってたりしたけど。うわー、やめやめ、おい、やめようぜこの話。え、でも逆さ釣りって言ってたよね。別に首釣りだったわけではないよね。今日のことをまとめて忘れることにするね、俺。なんかわかんない。まだわかんないな。お手洗いは行かなくて大丈夫？すっかり忘れてる気がするけど。花ちゃん大丈夫だったのかな？カップ麺だ。おう、おかえり。ただいま。ちゃんとお湯入れた？水入れてない？大丈夫そう？どうも体のだるさが取れない。まあ知らんとは思うが。はい。小西咲って生徒のこと何か聞いてないか？聞いてない。学校に。今日は休んだっていうのは聞いた。ああ、そうなのか。うん。実は行方がわからなくなったと連絡があってな。あれー、あれー、小西パイセン？小西パイセンいなくなっちゃった？うちの連中で探しているんだが、まだ見つからない。もしかしてさ、さっきの世界に小西パイセンもいた可能性ありけり？仕事が増える一方でな。大変ね。霧の町に第一発見者もいなくなっちゃったみたいになると。ね、おっと、だいぶ不穏な感じになってきちゃったかも。稲葉市でアナウンサーの山野真由美さんが変死体となって見つかった事件。被害に遭う直前の山野さんの行動ははっきりしていませんでしたが、地元の名所として知られる天城屋旅館に宿泊していたことが警察の調べで分かりました。そこをもう報道しちゃうんだ。旅館ねゆっこちゃんが今大変そうだから、そういうことだったんだね。やっぱまさか不純異性交友、駆け落ちパイセンってこと？もしかして天城屋旅館、ゆきこの実家だ。一人での宿泊だったということですが、昇進旅行といったことだったんでしょうか。そうなの？天城屋旅館、あそこの温泉はね、いいですよ。コメンテーター全然関係ないコメントするやん。そこじゃないのよ、今聞きたいの。多分あそこの温泉いいよっていうことじゃないと思うんだけど、聞きたいのって。
花ちゃんと駆け落ち、あれ花ちゃん連れてっちゃった、もしかしてパイセン。あー、まあでも駆け落ちできたってことは成功したっていうことだから良かったのかな。おめでとうって言った方がいいやつかな。おかみの高校生の娘さんが働いてるんですが、この春にも後継ぐかって噂がありましてね。高校生なのに。そしたら現役女子高生おかみですよ。いや僕もまた行きたいな。なるほど。では続いて気象情報です。アナウンサー、アナウンサー、やっぱりコメントを欲しかったコメントと違ったんだよね。なるほどってなっちゃったね。雨足はだんだんと弱まってきました。事件のあった稲橋周辺などではこれから朝にかけて霧が出やすいでしょう。また霧が出るんだ。視界が悪くなります。車の運転などの際は十分な注意を。ニュースは続いている。死んだ山の穴は死の直前、ユキコの実家の天城屋旅館に泊まっていたという。そして遺体の発見者である小西咲の行方がわからないらしい。ラーメン、もういい？あ、もういいかも。伸びてるかも。まだ早いだろう。あれ？せっかちだった？あ。僕のくしゃみをお届けできないから、主人公のくしゃみをお届けしました。みんな聞こえました？みんなちゃんとくしゃみ、聞こえました？くしゃみんの皆さん。今日はちゃんとお届けできたかもしれない。少し寒気がする。風か？いかんな。新しい環境で疲れが溜まってるんだろう。アルドさん、いらっしゃい。助かる。くしゃだす、よかった。よかった。今日はちゃんとお届けできたみたい。配信お疲れ様だ。マイクラ、どんな感じになったんだろう。後で見に行くね。お疲れ様でーす。ナノコ、薬。薬。ナノコ、薬。薬飲んだら、今日はもう寝ろ。ナノコちゃんを動かせるの。僕自分で取ってくるよ、言ってくれたら。寝ます。右側のテレビは何だったんだろう。セーブ？病人はね、寝なきゃダメなんだよ。今日は霧が出るみたいだから早く寝ないと寒いよ。そう、病人はよく寝て、よく食べて。アルコール消毒しとく？一旦アルコール消毒してから考える？今日はもう寝ろ。春先の風は厄介だぞ。特にないね。特にないね。セーブして寝よっかじゃ。オッケー。体がだるい。今日はもう休むことにしようか。休む。あ、ムービーかな？え？小西パイセン？小西パイセンかも。起きたか。それじゃな。パパ、まずいかも。もう一人、ぶら下がってるかも。ねえ、パイセン、パイセン。電柱に、お父さん、電柱に首つけられてたかも。電話来て行っちゃった。オーマイガー。オーマイガー。そうなんだよね。オーマイガーだった。ああ、ダメなんだ。ダメなんだ。助けれなかったんだ。噂話が聞こえる。パトカー3台走っててさ。うん。エッコンチ警察の近くだもんね。何か聞こえてこなかった？怒鳴り声はしたけど、内容は分かんなかった。超残念。そういうのちゃんと聞いててよ。みんなに話したじゃん。あ。ねえ、事件が起きてるんだ。はなちゃん。はなちゃんが、ちょっと心配ね。昨日さ、見た？ね、白殺美人感はちょっとあった。確かにちょっとあった。ダメか、仲良くなれなかったな、小西パイセン。酒屋さんの娘さん、仲良くなりたかった。マジなの？わかんないけど、なんか見たって人割といるみたいだよ。あ、みんな見ちゃった？
噂話が聞こえる。ゆきくん、午後から来るって言ってたのに。ゆこちゃんも忙しいんじゃない？なんだろう、急に全校集会なんて。で、あれ、花村どうしたの？ん？いや、別に。まあ、花ちゃんも元気ない？皆さん静かに。これから全校集会を始めます。クレオパトラ先生だね。歴史だっけ？校長先生の方からお話があります。校長先生、すごい立派なヒゲじゃない？サンタさんみたいなヒゲじゃない？皆さんに悲しいお知らせがあります。3年3組の小西咲さんが亡くなりました。ダメか。ダメか。亡くなった？小西さんは今朝早く遺体で発見されました。小西さんがなぜ亡くなったのか、警察の方々が捜査してくださっています。協力を求められた時は、我が校の生徒として節度ある姿勢で応じてください。連続殺人、殺人なのかもわからんけど。なんかこういうのって大体さ、あのテレビの中の方で迷い込んで、そっちの方からちゃんと出てこれんくて亡くなっちゃったみたいな感じの流れが多いよね。静かに、静かに。それから先生方からは、いじめなどの事実はないと聞いています。くれぐれも軽い気持ちで街頭取材などを受けたりしないように。遺体で発見って、そんな…そっか。この事件をこれから調査していく？調査していく？死体、山のアナの時と同じだったんでしょ？うん。前はアンテナだったのが、今回は電柱らしいじゃん。そうね。連続殺人ってことだよね。これって。死因は正体不明の毒物とか誰か言ってた。あ、毒物なんだ。死因自体は毒物？でも正体不明ってことは多分さ、本当に分かってない気がするんだよね。正体不明って、そりゃちょっとドラマの見過ぎだって。そういえばさ、例の夜中のテレビで咲に似てる子が映ったらしいよ。はあ、ああ。超苦しがってたとかって怖くない？そういうこと？そっちこそ絶対夢だって。テレビに映る？今マスコミとかめっちゃ来てるし、取材なくなるみたいな都市伝説？都市伝説が始まる？たく、他人事で好き勝手言ってるよ。なあお前ら、昨日あの夜中のテレビ見たか？あ、僕見てない。あのさ、花村までこんな時に何言ってんの？いいから聞けって。俺、どうしても気になって見たんだよ。うん。映ってたの、あれ小西先輩だと思う。やっぱそういうこと？そういうこと？見間違いなんかじゃない。うんうんうん。先輩、なんか苦しそうにもがいているみたいに見えた。それでそのまま画面から消えちまった。何よそれ。先輩の遺体、最初に死んだ山の穴と似たような状態だったって話だ。ぐるぐる巻きになっとったもんね、電柱に逆さなって。山の穴が運命の相手だとか騒いでたやついたよな。いた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 。俺思ったんだ、もしかするとさ、山のアナも死ぬ前にあの真夜中テレビってのに映ってたんじゃないのかなって。あの真夜中テレビは向こう側の世界、向こう側、あっちなんて言うんだっけあっちの世界ってなんて言うんだっけ。あっち側がみんな見れちゃったりする、0時に見ると。で、向こうで何らかしらがあって亡くなっちゃって、こっちでよくわからん形の死体になって戻ってきたみたいな話。へー、なるほどな。マイコさん知ってるから、知ってるから、なるほどな、ふんふんみたいな顔してるでしょ多分。どういうこと？それってまさか、あのテレビに映った人は死んじゃうとかって言いたいわけ？確実に死んじゃうかどうかは向こう側の世界でうまくやるかどうかじゃない？そこまでは言い切らないけどさ、ただ偶然にしちゃなんていうか、
引っかかるっていうか。それと向こうで会ったクマが言ってたろ、危ないとか、ね、霧が晴れる前に帰れとか。敵が出てくると思うんだよね、何のことやら。もう絶対後ろで腕組んでフンフンって見てる。確か誰かが人を放り込むとも言ってた。あ、そうだそうだ。それにポスター貼ってあったあの部屋、事件となんか関係ある感じだったろ。都合が悪くなった人を全員放り込んでる。これってなんかさ、そろそろゆっこちゃん危ない気がするんだけど、僕の気のせい？大丈夫そう？もしかしたら先輩や山のアナが死んだのってあの世界と関係あるんじゃないのか。私も腕組んでる、腕組んでる人もう一人いた。後方腕組みふんふんで。なあ、俺の言ってること、言ってることね、多分半分くらい正しいんだ。お前もそう思うか？うん。もし繋がりあるなら、先輩と山田もあの世界に入ったってことかもしれない。そうだ、あっちで何かあったってんなら、あのポスターの部屋があった説明もつく。もしそうなら、先輩に関係する場所だって探せばあるかもしれない。あー、あ、そういうこと。あの部屋は最初のアナウンサーだっけ、アナウンサーの部屋、もう一個先輩の部屋があるかも。みんなで腕組みだからニヤニヤしてますね。僕が試行錯誤してるのをみんなでニヤニヤして見ててください。こうかな、ああかなって言ってるの全然違うなって思いながら。花村、あんたまさか。ああ、俺もう一度行こうと思う。そうね、気になっちゃうよね、こうなってくると。よしなよ、事件のことは警察に任せた方がいいって。私はコントローラー持って一緒に頑張ってる。山のアナの事件だって進展なさそうじゃんか。一緒に頑張って考えよう。みんなフンフンってしてるけど。頭使う。大地、テレビに入れるなんて話まともに取り合うわけねえよ。それはそうね。全部俺の見当違いならそれでもいい。ただ先輩がなんで死ななきゃなんなかったか、自分でちゃんと知っときたいんだ。花村、こんだけいろんなもの見て気づいちまって、なのにほっとくなんてできねえよ。そうね、ここまで来たらけど頼むよ。いいよ、準備してジュネスで待ってっからさ。いいよ、旅は道連れ、道連れっていう。再びテレビの中へ連れて行くよう頼まれてしまった。あ、僕しか入れんのか、そっか、なるほどね、そういうことか。他の二人は手突っ込んでも入れんのか。また入ったら無事に出られる保証ないじゃん。うん、それはそう、それはそう。だから二人で行くのもありだとは思う。でも僕は一緒に行く。ごめん。マジで？とりあえずジュネスに行こう。そうね。花村、ほっとけないよ。ジュネスに向かいます。ん、もしかして霧がいい感じ？一旦セーブはする。一旦セーブして、あれかな、こっからバトルフェーズ物語。バトル、何持ってるん？来てくれたのか。バトル長いかな。来ました。来たわよ。止めに来たの。僕全然潜る気でいた。僕は全然潜る気でいたな。ああ、けど一度は帰ってきたろ。あん時と同じ場所から入ればまたあのクマに会えるかもしれない。そんなの何も保証ないじゃんよ。そうね。けど他の奴らみたいに他人事って顔で盛り上がってらんない。それもそうね。だけど、でもちょっと君の装備明らかに不審者すぎるかも。こんな人デパートに行ったらちょっと通報しちゃうかも。ゴルフクラブ持って縄腰にくぐりつけてる人いたら。
お前はどうする？このままほっとけるの？テレビ叩き割りそうだもんね。二人で行くのは全然ありなんだよな。まあいいか。そうだよな。うん、よかった。お前がそういうやつでよかったよ。どうも。心配すんなって。ちゃんと考えはあるんだ。里中はこれ頼む。ちーちゃんはロープ係？引き上げられるかな、ちーちゃん。俺らこれ巻いたまま中入るから、お前端っこ持ってここで待っててくれ。うん。何それ、命綱ってこと？ちょっと待ってよ。お前にはこれ渡しとく。それ僕のなんだ。そのゴルフクラブ僕の装備になるんだ。やった、鈍器を手に入れたぞ。傷薬ももらった。ないよりいいかなと思ってさ。なるほどね。もうドンキさえあれば勝てるみたいなとこあるからね。じゃあ行こうぜ。グズグズしててもしょうがないからな。任せてよ。里中、ロープ離すなよ。オッケー。ちょっと待ってて。とりあえず片っ端から殴っていけばいいってことでしょ。任せて任せて、そういうの得意。パワーには自信があります。すごい怪しい人だな。テレビから出てる綱を引っ張ってる人。あ、ほら、あまあね、そんな気はするよね。ちぎれちゃった。納金ラヘルさん来た。イエスイエス、これから納金をお見せします。バイオレンスベガ再び再来してしまったよ。ここからバイオレンスでお送りします。ちぎれちゃった。一人ぼっちにしてしまった。こっち側どうなるのかな？その。ああ、ちぎれてるや。ここ直近だ、直近。見ろよ、前と同じ場所じゃないか。ちゃんと場所と場所でつながってんだ。うん。腰の紐も見た方がいいかも。なんでまた来たくま。それはそうだ、びっくりしちゃうよね。違う違う違う、僕じゃない。お前、こないだの、てか今なんつった、犯人？最近誰かがこの中に人を放り込んでる気配がするクマ。そのせいでこっちの世界はどんどんおかしくなってきてるクマ。確かに、その人の部屋ができるってことはこっちの世界も変わっちゃうってことだもんね。君たちはここに来れる。他人に無理やり入れられた感じじゃないクマ。よって一番怪しいのは君たちクマ。正しい、それは正しい。朝早いので少しお先に失礼します。バイエル、まゆこさん来てくれてありがとうございました。ゆっくりお休みください。バイエル、またね。君たちこそここへ人を入れてるやつに違いないクマ。違うんだよな、違うんだよな。でもそっちの言い分もわかるんだよな。勝手に決めるのにしとこう。なんだそれ、コメしなくても見てますね。嬉しい、見てて、寝落ちまで見てていいよ。のんびり、今日はそう、のんびり配信できるから。多分叫ぶ場所ないでしょ。大丈夫大丈夫、安心して。いきなり大声開けたりはしないので、ぜひ見ててくれると嬉しいです。こんなとこ放り込まれたら出れずに死んじまうかもしれねえだろ。そんな危ねえことするわけって。おい待てよ。なあ、今思ったんだけど、誰かがここに人を入れてるって話。終わるまで並走してるから大丈夫、見てる。あ、そんなに先進んだ。僕がちょっとのんびりお話ししながら進んでたからかも。まさか先輩や山のアナのことか。確かに、その誰かってのが二人をここに放り込んだってことか。クマさんに会えなかったのかな。なあ、お前どう思う？それはね、多分そうだと思うんだ。都合悪い人を放り込んでる気はするの。俺もそんな気がする。もしもこいつの話が本当だとしたら、誰かが花から殺す気で人をここに放り込んでるってこともありえないか。ありえると思います。だとしたら、こちゃこちゃうるさいクマね。君は何しに来たクマ。
僕たちは事件の調査です。一方通行、入ったら出られないの。クマが出してあげないと出られないのは味わったでしょうが。だからクマさんに出してもらおうと思ってきた。うるせえ、関係ねえだろ。お前の力なんて借りなくてもな。ミノ、今日はちゃんと命綱を。ちぎれてるんだよね。てめえ、調べが済んだらこっから俺たちを出してもらうからな。カワセイヌ感がとってもいいですね。調べたいのはこっちクマよ。じゃあ一緒に調べる。ここに住んでるけど、こんな騒がしいこと今までなかったクマ。証拠あるクマか。放り込んでるの君らじゃないって証拠。これうるさいがずっとあるな。うるさいの選択肢ずっとあるな。証拠、急に言われても。ほら、やっぱり君らクマ。違うって言ってんだろ。てか、お前に証明してやる義理はねえっての。でも先住民だからな。こっちの質問に答えてもらうぞ。偶然来たこの前と違って、今日はマジなんだ。多少情報は提供してあげた方がいいと思う。歩み寄りって大事だよね。お互いの歩み寄りは大事だと思うよ。いいか、俺らの世界じゃ人が死んでんだよ。霧が出るたびに死体が上がってる。知ってること話せ。絶対ここと何か関係があるはずだ。霧が出るたびに死体？そうなの。そっちで霧が出る日は、こっちだと霧が晴れるクマよ。あ、そうなんだ。霧が晴れるとシャドウが暴れるから。はい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 。シャドウができだよね。そういうこと？霧が晴れると暴れてて、それにやられて霧が出る日に死体が上がるってこと？ははーい、そういうことクマか。そういうことクマか。一人で納得してんな。これ俺らの毒が霧だと、こっちは晴れ？シャドウが暴れる？そうなると危ないから早く帰れって言ったんだクマ。うん、さあ質問は終わりクマ。君らが犯人なのは分かってるクマ。今すぐやめてもらうクマ。だから違うって言ってんだろ。そう、違うんだけど、今のところ証明できるものは何も持ってないのよね。いい加減切れそうだぜ。なんで人の話聞かねえんだてめえは。犯人かもって言ってるだけクマよ。ただ確認してるだけ。はあ？強気か弱気かどっちなんだよ。どうも調子くるなこのクマ。なんか後ろでさ、これ後ろでさ、ずーっとゾンビみたいな声がうわーうわーって言ってる気がするんだけど、気のせい？気のせいかな。あ、ほら今声聞こえた。じゃあライルさんはシャバで。あー、ダメダメダメ、僕じゃないって。だから僕じゃないって。ダメ、警察呼ばないで、おじちゃんに捕まっちゃうじゃん。僕じゃないです犯人。だいたいここって何なんだ。テレビのスタジオ見てな。私の声入れてるのバレた。あれ、これウィンさんの声、後ろでウォーって言ってるの。めちゃめちゃマイクラのゾンビみたいな声が聞こえてくる。ここで何か撮ってるってことか。おい、もしかしてあのおかしな番組ここで撮影されてんのか。おかしな番組？おかしな番組撮影？何のことクマ？何って、だから放り込まれた人間を誰かがここで撮ってるのかって聞いてんだ。あ、確かにさ、画面に映った時さ、あのテレビの画面ちょっと黄色かったよね。こんな感じだった気もする。そんな気もする。お、わかんないこと言うクマね。ここはもともとこういう世界クマ。誰かが何かを撮るとかそんなのないクマよ。別にライルさんの後ろで声を出してるわけじゃない。ああ、ちょっとそれ怖いかも。僕の後ろに、今あなたの後ろにいるのっていうことでしょ？ちょっと怖いかも。ホラーじゃん、ホラー。もともとこういう世界？ここにはクマとシャドウしかいないクマ。前にも言ったクマよ。うん。あのな、こっちはお前もシャドウだかも、どっちも何者か分かんねえんだよ。っていうか、俺らに証拠だなんだ言う前に
お前がそもそも一番怪しいじゃねえか。それもそう。こっち側から見たら怪しいのはわかる。お前こそ実は犯人なんじゃねえのか。すいません、この通り並行しておきますね。ああ、さっき呼んでた警察が、警察？警察が B さん連れて行っちゃった。クマはね、そう、クマは実際怪しいのは怪しいんだよな。大体なんだよ、そのふざけた格好。いい加減正体見せやがれ。中身、後ろのチャック開けちゃえ、開けちゃえ。あ、うわ。ああ。あれー、警察ね、噛んでしまった。ちゃんと噛んでしまった。なんなんだよお前。いなかった、いなかった。子供の夢守るタイプのお人形だ。中に人なんかいないぞ。これはこれで怖いんだけどね。中身がねえ。頭下にあるよ。クマが犯人だなんてそんなことするはずない。クマ、クマはただここに住んでるだけ。ただここで静かに暮らしたいだけ。クマ、ごめんごめん。動いてるね、動いてるんだよ。頭取れても動いてるし、中身がないのもちょっと怖いんだよね。カッペイさん、カッペイさんの声なんじゃ、クマさん。君たちが犯人じゃないって信じてもいい、クマよ。あ、本当に？なんで突然信じる気になった？でもその代わり、本物の犯人を探し出してこんなことやめさせてほしい、クマ。それはそう。約束してくれないなら、こっちにも考えがある、クマ。なんだ、その考えとはなんだ？ここから出してあげない。強い。強いな、それ。その交換条件めちゃくちゃ強いな。僕たち今んとこ出る手段、クマしかいないからね。山口勝平さん、ん、犬屋社、はい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 、そうなんだね。てめえ、このままじゃクマの住むここめちゃくちゃになっちゃう、クマ。確かにね、住処を荒らされてる。クマはで荒らされてる犯人を捕まえられるし、僕たちも事件の真相をつかめるし、いいんじゃない。よよよよよ、何急に泣いてんだよ。ああ、もうほんと調子狂うぜ。謎のクマから犯人探しの申し出を受けた。何者かが外からこの世界に人を放り込んでる。その犯人が自分たちでないのなら、本物の犯人を探し出してほしいという。謎のクマは本気のようだ。おい、どうする。ライエルさんのヨヨヨかわいよ。ヨヨヨヨヨ。言っていく、これから泣いてるふりするときに。イゴールと名乗った謎の老人の声が心に蘇る。あなたはこれから向かう地で災いをこもり、大きな謎を解くことを課せられるようだ。うん。解かなければならない謎とはこの事件のことだろうか。イゴールの言っていた何らかの契約とは、犯人を探し出し事件を解決するというこの約束のことを意味しているのだろうか。どちらにせよ、ここから出たい以上、選択の余地はなさそうだ。頼めるの君たちしかいない、クマ。約束してくれる、クマか。いいよ。泣いてるライラさんをさらちょっと本音漏れてない？さらってって言おうとしてない？知ってるんだから。みんな保護するって言ってる人たちはみんな誘拐犯って僕知ってます。学んだ。よかった、クマ。くそ、出さないとかって足元見やがって。ね、足元見られちゃったね。けどいろいろ知りたくて来たのは間違いない。今んとこ何もわかんねえしな。俺たちで犯人を探せか望むところだ。その約束乗ってやるよ。俺は花村陽介、一応名乗っとくぞ。で、こいつは？はい、L です。名前ね、呼んでくれないから僕が言うよ。ライ L です。クマ、クマ、まんまだな。おい、けど犯人探すってどうすりゃいいんだ？それはクマにもわからん、クマ。クマ、でもこの前の人間が入り込んだ場所はわかる、クマ。あ、本当？それ知りたい、それ知りたいな。なんかありそうだもんね。この前の人間ってもしかして小西先輩のことか？
大丈夫です。そんな下心なんてないです。心からの保護です。ちょっと外に出られないくらいの屋敷に。監禁。あー、また出てる。ちょっとまた出ちゃってる。監禁みたいな話が出てるな。この前ここよくないな。警察呼ばなきゃ。ピーポー、ピーポー。そっちに案内してみるクマ。よろしくお願いします。案内。そうだ、案内の前に。二人ともこれをかけるクマ。何？メガネ、メガネ、そうそうそう。メガネさ、してないなって思ってたんだよね。なんだよ、このメガネ。あ、見えるじゃん。見えるじゃん。ドラえもんの不思議アイテム的な？うわ、すっげえ。こないだと視界が全然違う。かけてると、濃い霧がまるでないみたいだ。すいません、ちょっと目を離したら逃げました。ここで、あー、やられちゃった。焼き鳥にする？焼き鳥にしておく？僕、熊えもん、ね、熊えもんが不思議メガネくれたや。霧の中を進むのに、きっと役立つ熊。まあ、熊はここに長いこといるから、頼りにしてくれ、熊。頼りになるね。でも、熊にできるのは案内だけだから、自分の身は自分で守ってほしい、熊。わかった。あれ、ゴルフクラブどこにしたの？頼りにならねえじゃんか。どこにしたの？わけわかんないな、相手にできないからな。武器は持ってきたけど、その雰囲気出しみてえなとこあんだろう。来たばっかの俺らより危ないならお前がなんとかしろよ。クマは襲われないクマ？手羽先と焼き鳥とエクチキン、うん、いいよ。いっぱいいっぱい。あー、焼き鳥、唐揚げも、唐揚げも欲しいな。僕、唐揚げも食べたいかも。あ、リコルさん入る、いらっしゃい。来てくれてありがとうございます。そう、P4G で、なんかね、今、アナウンサーと、小西先輩っていう酒屋の先輩の方が亡くなっちゃったんだけど、その事件の真相を確かめに真実を探しに、ここに潜ってきたところです。無理無理、筋肉ないもん。筋肉。クマは少し離れたところから君たちに状況を伝えろクマよ。わかったクマ？わかった。クマペチペチしてみる？戦えないって言うから一旦ペチペチしてみる？ピチン。あ。やめー。マジか。かわいい。こいつしょぼすぎるぞ。こんな弱いのと犯人探すなんて約束しちまったのか。起こしてあげなきゃ。そうだ、案内ついでに聞いておくクマ。はい。さっき言ってた小西先輩って君たちの何クマ？小西先輩は僕にとっては学校の先輩だけど、花ちゃんは思い人だったかもしれん。あ、奈々ちゃんおはよう、いらっしゃい。あれあれ終わった？放送じゃない配信。早いね、今日。今日珍しく早いじゃん。いつも僕より長くやってるのに。お疲れ様です。何でもいいだろう。とにかく、先輩がここにいられた可能性があるってことだけは分かった。もっと何か分かるかもしれない。うん、早く行こうぜ。オッケー。学校のパイセンで毎日買って、カツアゲ？カツアゲしてない、してない。僕だってこないだ会ったばっかりだし、酒屋の先輩だからカツアゲなんかしないよ。仲良くしたいもん。ね、今日は早いね。あ、僕が長い説？もしかして。今日は僕が長かった説？確かね、3時間くらいやってるね、もう。日付が変わってることに気づいてしまった。ね、珍しく僕より早い。毎日ライルさんにカツアゲを、それいいの？僕カツアゲはしないしない。あー、でも美味しいお菓子欲しいです。これ、今日の才能金です。その絵文字なんだろう？その絵文字なんだろう？ちょっと大きい画面で見る？お金かな？お金かな？札束かな？僕、やばい人みたいになっちゃうじゃん。違うって。お菓子でいいよ。うまい棒一本でいいです。うまい棒。言っても3時間や、そうなんだよ。今気づいた。3時間経ってる。だってさ、面白い。P4G 面白いです。ストーリーの続きが気になっちゃって全然止まんない。皆さん良きところで寝てね。今日は何曜日でしたか？今
今日は多分木曜日ですか。まだ明日もあるからね。町の商店街にそっくりじゃんか。本当だ。一体どうなってんだ。シャッター街、僕見たもんね、さっきそれ。シャッター街言った。言った？見た。場所が出現しだしたクマよ。いろいろ騒がしくなって困ってるクマ。なんかあれかな、入ってきた人の記憶とかから再現されてるパターン。パティン、いざとなったら逃げる気じゃないだろうな。そんなことないクマよ。いや、あんまり近くにいたら君たちの活躍の邪魔になるから。僕ちょっと遠くから見てるよ。ね、そう、ストーリーゲームやり始めるとね、ほんとに止まんないの。僕ほんとに止まんないの。みんな気をつけてね。突然6時間とかやったりするかもしれんから気をつけてね。あ、テトラさんそろそろ寝ますね。見てくれてありがとうございました。ゆっくり寝てね。おやすみなさい。明日も。頑張って。またねー。しかし、どの辺まで続いてんだよ。町丸ごとあったりしない？もしかして。ええか、町のいろんな場所の中で。あ、なんでここなんだ。ああ、酒屋さんだからじゃない？この辺でさ、酒屋さんあったもんね。商店街の酒屋さんの娘さんだから。フェルソワ、あ、フェルソ、フェルソナは3の時に気づいたら空が白んでた。あるあるある。ゲームやってると気づいたら朝になってるとかめっちゃある。おかしいよね。時間がさ、時間がなくなってるんだよ。飛んでるの。僕の時間盗まれてます、ゲームやってるとき。仕事やってるときの時間を盗んでほしい。ここにいる者にとって、ここは現実クマ？相変わらずよくわかんねえな。だから入ってきた人の現実になっちゃうっていうことじゃない？けど、ここがうちの商店街なら、この先は確か小西先輩の。ね、酒屋さんがあるはず。お米ジュースください。あ、やっぱりぐるぐるだ。ここ先輩んちの酒屋だ。先輩、ここで消えたってことなのか。住んでないよ、あれ。犯人はビンさんってこと？もしかして犯人はビンさんだったってこと？ここに時間泥棒がいます。また警察呼ばれちゃうって。今日コメント欄で警察いっぱい出動してるんだから。こっち側のペルソナの方でも警察出動してるけど。一体何が？ちょっと待つクマ。そこにいるクマ。あ、わかるんだクマ。どこにいるか。いるって何がだよ。シャドウでしょ、多分。シャドウ。やっぱり襲ってきたクマ。戦闘だ。え？怖くない。全然可愛くない。おなしみたいじゃない。我は何時の間総合を見開きて今こそ発せよ。かも、来たかも、ペルソナ使えるようになるかも。連れてるじゃん。万博島ですか？全然。オッケー。あ、そうか、可愛くなかった。全然可愛くなかった。変な線を出せ。線を出せ。一回さ、それモノマネできるか練習したんだけど、できなかった。見なかった全然。映像ね、そうそうそう、映像さ、あれなんだよ。
若干グラフィックね、あの処理のために落としたんだけど、それでも全然綺麗なんだ。めっちゃ綺麗、アニメみたいに見れる。これなんて言ってたっけ、15年前、そんな前だった、2008年発売とかって出てたよ。びっくりしちゃったもんね。アニメーションは神です。熱い残白刀残白刀です。顔出しライル可愛かった線を出せ。シャドウの中には弱点があ、やっぱ15年前だ。弱点をつくことができれば戦いが有利になるかな。オッケー、弱点ね。こいつにもきっと何か弱点があるはず。なんだろう、タバスコでも食べさせとく。とりあえずお口の中にタバスコ放り込む。戦闘では敵の弱点となる属性に対して攻撃することが重要になります。弱点属性に対する攻撃は普通の攻撃に比べて与えるダメージが大きく、立ってる敵をダウンさせることもできます。ワンモア、日本人は戦闘 BGM。 わかるわかる、これさノリノリになっちゃうよね僕も今だいぶノリノリ、この BGM で。タバスコ今持ってないのかさすがにダメ。アタックスキル、多分この辺のさあれでもね、最初から持ってるやつが弱点になる気がする。こういうのって大体そう。出現のアブルリン、イザナギ28ウィーク、あった。助かるそれ、僕すぐ忘れるから。戦闘コマンドアナリシスかを選ぶか、アナライズボタンで敵の情報を確認できます。これか。電撃が弱点くま、いける、頑張れ。なるほど、助かるそれ、めちゃめちゃ助かるぞ。じゃあもう倒していこう。これまず片方を倒すのが大事ね、キモさんめっちゃ有能だった。僕の記憶力なんかね当てにならないんだから、お酒ですぐなくなるし。キモさん一緒に連れててよかったし、ダウンしてるからそのままアタックでいけたりしない。多分さ MP 的な概念もあるよね。やった、勝った、ソウルドロップをもらった。お酒ですぐなくなっちゃうんだもん、記憶って。びっくりするよね。やったね、先生。やったね。HP と SP なんだ。SP。スキルポイントか。スキルポイントの最大値が上がった。レベル2までのペルソナを生み出せるようになった。これかっこいいな、この後ろの子。あ、いなくなっちゃった。タロットカードなんだね。そういうことか。タロットカード知ってるといいよって言ってたのは、ペルソナがタロットカードだからか。困難に立ち向かうための人格の鎧、ペルソナイザナギを手に入れた。すっげえ。すごいでしょ、僕かっこいいでしょ。ペルソナって言ったよな、あれどういう、わからないてか一体何したんだよ。僕もよくわかってない。俺も出せたりすんのか。うん、多分出せると思うよ。落ち着け陽介、先生が困ってらっしゃる。コマ先生になってしまった。先生、いやいや先生はすごいクマね。クマはまた僕先生です。僕先生になりました。そう、何も分かっていないの、僕も僕も全然分かってない。カナト君いらっしゃい、来てくれてありがとう。そう、イザナギが出せるようになった。めちゃめちゃかっこよかった、残白刀っぽい感じのやつ。ライエル先生、そうライエル先生に何でも聞いて、答えられるかは置いといて何でも聞いていいよベガ先生やった、みんな先生って呼んでくれるじゃん。僕もニコニコだよウキウキニコニコだよ、何でも答えちゃう、多分ねこんなすごい力を隠してたなんて、シャドウが怯えてたのもわかるくま。因数分解教えてください。因数分解って割ってくやつだっけ、合ってる割ってくやつで合ってますか。その数字を割れる数の一番ちっちゃいの、あれダメだ
いやまあ最初テリごめんそれは全然わからん全然わからんダメだみんなやっぱダメみんなダメ僕がバカなのもバレるからダメ質問しちゃダメもしかしてこの世界に入ってくれたのも先生の力クマか、多分そういうことふむやっぱりそうクマかこれはすごいクマねんだ陽介もそう思うだろ懸賞金問題ああそうなのじゃあ分かんなくて正解じゃん危なかった先生地動説を教えてくださいえっと地動説はあのね地動説は地球があれ星が回るのは地球が動いてるからみたいな感じじゃなかった周りの星があれわかんないわかんない先生七色も覚えてないよかった安心したてんていの安心感すごい相対性理論に関してなんですがちょっとよければ一緒に論文を読んでいただいても相対性理論ってなんだっけ先生1たす1は知ってる僕1たす1は知ってます単物多です1たす1単物多みんな覚えてテストで単物多って書くんだよちゃんと書いてね僕教えたからね何急に俺だけタメ口になってんだ調子乗んなはい僕先生だから英語使って まあでもお前のバックアップもなかなかだったけどなそうバックアップはねそうなんだよクマが思ったより優秀だった地動説は地球が動いてる天動説は地球が動かず天が動いてるあじゃあ合ってたってこと合ってたってことかなボタニストはなんか植物っぽいやつ多分ボタニカル的な植物由来的な感じじゃない多分怖いコメント欄が怖くなってるみんなが僕を試しに来てるまずいまずいまずいストーリーを進めよう見直したぞ今えそうくまねライエル教室が始まっちゃったお前らのおかげでなんとかこの先進んでけそうじゃんボタニカルシャンプーね一時期試したんだけど僕には合わなかった僕普通のなんかなんだっけ今使ってるのあれ変えたんだよな変えたんだけどあれなんだあのピンクのやつボタニカルあれ反対え手のひらドリルの人がいる手のひらドリルの人がいますボタニカルじゃないよね僕は合わなかったちょっと僕ピンクのやつ使ってますライル先生二進数って何でしたっけ二進数はあ二進数知ってる0と1のやつ0と1で全部数字を表すやつ知ってるぞそれだけは知ってるぞやっと教えられたかも偉いかも頑張っていこうぜ操作再開らしいにしてもここで一体先輩に何があったんだろうな多分この辺でシャドウにやられちゃったんじゃないかな何の声じゃボタニストは植物あそうなんだ植物学者あなんとかイストだから学者さんなのかななんとかあのスト後ろにストがつくとさ人とかのやつ後ろにストがつくよね覚えた多分今は覚えたボタニスト植物学者僕賢くなったレベルアップしたぞ僕の知識が上がりました16進数は F までだっけ0から9までと A から F までで数字を表したものです私が、あ、まずい、哲学が始まった。哲学苦手なのよ。生きる意味を教えてください。それはこれからみんなで一緒に探そうか。ね、これから生きる意味はみんなで一緒に探してこ。そんなにすぐに見つかるもんじゃないって、多分。ジュネスなんて潰れればいいのに。ジュネスのせいで。わ？なんだよこれ。花ちゃんボコボコに言われてるじゃん。
ういえば小西さんちのサキちゃんジュネスでバイトしてるんですってよ。名言？名言言えた？やった、ライエル名言帳に刻んでおいて。あるかわからんけど、人生とはまずい哲学が始めあらららら動揺して噛むね、動揺して噛んじゃったね。人生とは、宿題にしていい？それ次までの宿題でいいですか？人生とは難しすぎてちょっと僕には。まあお家が大変だって、楽しければよし、人生とは楽しければよし、楽しむためのもの、それはそれで違うけどな。校長、ライエル先生は哲学の担当だけは嫌だ。哲学の担当は嫌だ。なんか、いい感じのないかな。いい感じのないかな。コンピューター関係なら多少強い気がする。多少？パソコンの先生とかいたじゃん。あれ、なんて授業だっけ？あの先生がいい、僕。みんなにパソコン教えます。ジュネスのせいでこのところ売り上げも良くないっていう。あとはアルコールを紹介する絶対子供に教えちゃいけないけど、アルコールの紹介だったらできます。やめろよ。娘さんがジュネスで働いてるなんてご主人も苦労するわね。なるほどね、困った子よね。周りに言われてたんだ。おいクマ、ここにいる者にとっての現実だとか言ってたな。それここに迷い込んだ先輩にとっても現実って意味なのか？クマはこっち側のことしかわからない。上等だよ。一体何がどうなってるのか俺たちで確かめてやるでは生物で。僕ね、生物を取ってなかったから全然わからんかも緑虫くらいは知ってる。緑虫ミトコンドリアって出てきたっけ？わからん全然わからん。酒造主ライエルベガ、酒造主になってみたい。酒造に遊びに行きたい。そんなんかさ、こないだ酒開きの話をしてたんだよね。酒開きであってたっけ？その年に出す一番最初のお酒みたいな、お披露目会みたいなのの話をしてて、僕はそれに行きたいの。今とっても行きたいけど、もういつやるんだろうね、そういうのって。もう終わってるのかな。生物の教科書には虫が。僕生物やんないです。僕生物と哲学以外でお願いします。英語もダメ。英語もわかんない。全然ダメ。あと何がある？数学は思い出せばワンちゃん、思い出せばワンちゃんいける。国語は多分なんとかなる。あとはわからん。体育やる？体育の先生はできるかもみんなでドッジボールしよっか。楽しいかもね。わからん、行けたり。裾か。ねえ、そう、近所にあったらなぁ。蔵開き。そう。蔵開きじゃ。ねえ、飲み放題いいよね。行きたいんだ。お酒飲みたい。とりあえずお酒飲みたい。あ、酒瓶いっぱい。あ、そうだ。酒屋さんだもん。くそ、またか。それ欲しい。そこの樽欲しいなぁ。一個だけ持ってってもバレなかったりしない？いっぱい積んであるし。その樽一個欲しい。ライエさんの投げたボールが頭にヒットしたら、爆散しないって。大丈夫。僕、腕になんか仕込んだりみたいなしてないから大丈夫だよ。爆散はしないです。ねえ、そう。酒蔵見学とかさ、面白そう。行ってみたいんだ。僕、酒蔵はさ、行ったことないんだよ。ビール工場は行ったことあるんだけど、酒蔵行ったことなくてさ、一回行ってみたいですね。ここのステージは天国。ね、お酒好きにとってはこのステージ天国かもしれん。僕、ここから出なくていいかもしれん。ずっとここにいちゃダメですか？ダメそう？何度言えばわかるんだっけ？これ、先生の親父さんの声か。お前はずっとから呪いを言われてる。知らないのか？もう外の経験も大事だと思うよ。金か。それとも
これによって、アンジュネスまで届いたお知らせだって。ねえ、もしかしたらその後にさ、お家を継いだ時にあそこでバイトした経験がみたいなことがあるかもしれないじゃん。一旦外を見てみるって大事だと思います、僕は。あ、またハウっちゃいましたか？またなっちゃいましたか？なんだろうな、脳内に直接ちょっと待ってね、そしたらタスクマネージャー、あた、ごめん。そう、多分ね、ゲームの音がちょこちょこバグってるらしくて、頭おかしくなりそうな音は、仕様ではないです。僕の環境のせいだと思います。そう、こっち側だとさ、普通に聞こえてるからわかんないんだよね。優先の、あれさっきこれ上げなかったっけ？ちょっと待ってね。これを上げて、OBS の方も、上げて、また、設定を修正はしてみた。修正はしてみました。あ、仕様だと思ってた？仕様じゃないのよ。ちょこちょこバグっちゃうんだろう。バグっちゃうらしいんだよね。あ、治った？じゃあ行けたのかな。一旦これでまた進めてみましょうか。そう、ちょっと原因がわかんないんだけど、原因がわかってないのと、あ、ちょっと待ってね。一旦またタスクマネージャー開きっぱなしにしてみる。リソースが足りてない気もしてる、 PC の。あ、でも全然そんなことないな。 40% くらい。これはまた後で調べておきますね。リソースは足りてそう。バイト楽しそうだったし、俺にはこんなこと一言も。こんなのが本当に先輩の現実だってのかよ。知らなかったんだね。知らなかったのはこれちょっとショックだね。だ、あれ、これって何の写真？これ前にバイト仲間とジュネスで撮った写真じゃんか。ああ、なんでこんなこと。あ、それ何？バラバラにされちゃってるってこと？写真の切れ端には笑顔の小西咲が写ってる。その隣には陽介がいる。ずっと言えなかった。あ、この声、先輩。私ずっと花ちゃんのこと。花ちゃん？え、俺のこと？うざいと思ってた。あ、そういう感じ？そういう感じ？今さ今恋の予感を感じ取ったのに全然違ったんだけど。そっちか。あーってなっちゃったね。あーってなっちゃったね。仲良くしてたの店長の息子だから都合いいってだけだったのに。あー、ブレイクハートなんだよ。ねえ、そう、告白かと思った。ずっと花ちゃんのこと気になってたみたいなさ、ちょっと甘く切ない話かと思ったのにさ、うざいらしい。うざかったらしい。勘違いして盛り上がって、本当うざい。これどうなんだろうね。花村くんがこっちに来たから、なんかその、なんだ？世界側から攻撃しようとしてきてる説と、本当に思ってた説と、どっちか分からんけどね。苦く切ない。ねえ、苦かった。全然甘くなかったよ。コーヒーだった。ブラックコーヒー。うざい？ジュネスなんてどうだっていい。あなたのせいで潰れそうなうちの店も、怒鳴る親も、好き勝手いう近所の人も、全部なくなればいい。嘘だよ。そういう感じ？こんなのさ、先輩はそんな人じゃないだろう。悲しいな。あ、かわいそうだね。やっぱ世界側からの攻撃の可能性にかけたい。先輩はいい人だったっていうのを信じたいね。自分の方だっつーの。出てきちゃった。陽介が二人。お前誰だ？陽介な。
俺はそんなこと思ってない。よく言うぜ。ちょっといい顔してるじゃん。僕さ、割とこういう悪役顔好きなんだよね。こっちの顔の方が好きかも。商店街もジュネスも全部うぜんだろ。そもそも田舎暮らしがうぜんだよな。都会に帰りたいタイプだ。な、何言ってる。違う、俺は。お前は孤立すんのが怖いからうまく取り繕ってヘラヘラしてんだよ。一人は寂しいもんな。みんなに囲まれてないもんな。あ、ね、それはそう。一人は寂しい。一人は寂しいのはわかる。この世界を調べに来たな。お前がここに興味を持った本当の理由は、やめろ。なんだろう。あ、ね、そう、鏡の自分の心の裏を映したもう一人の自分的な。何焦ってんだ。あるある。俺には全部お見通しなんだよ。だって俺はお前なんだからな。お前は単にこの場所にワクワクしてたんだ。ど田舎暮らしにはうんざりしてるもんな。そういうこと？新しい刺激が欲しかったっていうこと？何か面白いもんがあんじゃないか。ここへ来たわけなんて要はそれだけだろ。あ、寝る、おやすみなさい。ニコルさん、おやすみなさい。来てくれてありがとうございました。ゆっくり寝てね。ワイヤル大吟醸が気になって。本当だ、真横に大吟醸って書いてあるわ。確かにね、気になる。酒だるも気になる。美味しいかな。あの日本酒美味しいかな。カッコつけやがってよ。あわよくばヒーローになれると思ったんだよな。木の土みたいなのでカーンってやりたい。蓋開けるやつ、カーンって開けるのやりたい。大好きな先輩が死んだっていうらしい口実もあるしさ。あ、違う。いっぱい暴露されちゃってるね。誰なんだよ。だから僕だって。俺はお前。あ、影。お前の影全部お見通しだってな。ふざけんな。お前なんか知らない。お前なんか俺じゃない。トントン。あ、やっぱいい顔しとるわ。俺じゃない。お前は俺じゃない。ああ、そうさ。俺は俺だ。もうお前なんかじゃない。降りちゃった。あ、それ欲しい。それ使う。あー、いらないかも。我は影、真なる我。ちょっといらないかも。あー、そういうタイプ。頭から上、体のあの上半身は良かったんだけどな。なるほどね。退屈なものは全部ぶっ壊す。まずはお前からだ。一旦期末しておこうか。一旦ね。いつまで耐えられるかな。さっきのやつよりがぜん強そう。クマ、気をつけろクマ。陽介いけせる。いや、なんかさ、なんかちょっと虫さんっぽいんだもん、足が。ちょっとやだなーって。自分の弱点を防御。ふんふんふん。なるほどね。なんかでっかいのが来そうなタイミングは教えてくれるのかしら。もう一旦弱点を知りたいから、ペルソナ打っとこう。ピンク、あ、いいじゃん。その間に普通に殴る。くそ、舐めやがって。ドン。回復は、あ、回復は持ってたね、そうだ。よう。ペルソナ！ピークだったし。23。
24、あれ普通に例えても同じだ。まあでもダウンするからいいのか。弱点をガードしてる、防御してる、クマ、うん、防御してる時はどうしたらいいんだろう。あ、回復すればいい。あんまり入んないってことだもんね。回復しよう。あれ防御力が上がる。退屈だぜ。回復じゃない、攻撃。ああ、回復はしてない。どちら？この辺も後で調べたい。HP めちゃめちゃ多いな。あ、そうだ。何といてもいいかも。電撃、わからんかった。一旦殴れ、殴っとけばなんとかなる。うせえな。マージは良くなさそうだから、ガードガードガード。じゃない？多分今は正解だよね。またまあねえ、アタック。次はクルクマ。あれ防御する？わかった。教えてくれるのありがたいな。やっぱお前マジうざいよ。いいぜ、本気でぶっ壊してやる。なんだなんだ。あ、攻撃の回避6。いけるかな。だいぶ削られちゃってるけど。アタック、うぜえな。アタック痛いね。あ、待って、ウルソナじゃなくて、そうそうそう、傷薬持ってた。いくつ回復する、傷薬で。あ、全開じゃん。余裕かも。防御するクマ。全然余裕かも。うぜえ、うぜえよお前、邪魔すんじゃねえ。邪魔だ。4。ねえ、もうあとこれも、これとアタックずっと繰り返せば多分勝てるはずです。アタック、くそ、舐めやがって。ターンズ、攻撃するクマ、防御するクマ。ダウンしたらいけんのかな。一旦やっていい。これで、あ、勝っちゃった。さあ、自分ダウンでキャンセルできるかなって思ったけど勝ちました。今の戦いで確かな手応えを感じた。へい。あ、愚者、ふんふんふん、愚者のカードなのかな。タロットがレベルが上がった。自分の中の何かが弾けた。何が弾けた？ウェイウェイウェイってこと？そういうことではない？ウェイウェイウェイではないか。ナイス、ありがとう。イザナギ、ペルソナにもレベルがあるんだね。ヨウスケ倒したよ。俺は。ヨウスケ大丈夫？うん。一体何が起きたんだ。影が出てきたんだけど、このヨウスケさ、ペルソナで使えるようになったりしない？もしかして。お前、お前は俺じゃない。あれはもともとヨウスケの中にいたもの、クマ。うん、ヨウスケが認めなかったらさっきみたいに暴走するしかない、クマよ。ね、受け入れたら、受け入れたらペルソナで使える気がする。ヨウスケらしさだ。
そうなのよね。自分と向き合うって難しいのよ。認めたくない部分はいっぱいあるから。分かってたけど、みっともねえし、どうしようもなくて認めたくなかった。お前は俺で、俺はお前か。全部ひっくるめて俺だってことだな。そういうこと。あ、やっぱり？あ、足なくなったじゃん。よかった。足なくなった。かっこいいペルソナになりました。ジライア。これが俺のペルソナ。あの時聞こえた先輩の声、あれも先輩が心のどっかで抑え込んでたもんなのかな。ずっとじゃあ、あれは本当だったんだ。ダメか。これ以上ねってくらい盛大に振られたぜ。たく、みっともね。また新しい声探そう。新しい声探しに行こう。助かったよ。ありがとな。どういたしまして。なあ、クマ、もしかして先輩はここでもう一人の自分に殺されたってことか。さっき俺に起きたみたいに。多分そうだと思う、クマ。なるほどね。ここにいるシャドウも元は人間から生まれたもの、クマ。でも霧が晴れるとみんな暴走する。さっきみたいに意志のある強いシャドウを核に大きくなって宿主を殺してしまう、クマ。それが町で霧が出た日にこっちで人が死ぬ原因なのか。なるほどね。陽介、だいぶ疲れてる。それじゃ警察もわからんわけよ。正体不明の毒物にもなっちゃうって。もともとこっちの世界は人間にはちっとも快適じゃない、クマ。もう何の声も聞こえなくなったし、これ以上ここには何もなさそう、クマ。一旦戻る、クマね。そうね、一旦帰りたいよね。休みたい気持ちはある。ボスっぽいのも倒したし。なあ、クマ、お前ここが現実だって言ってたよな、さっきの商店街。それに前に見たあの妙な部屋、あれは死んだ二人がこっちへ入った後で二人にとっての現実になったってことなのか。つまり二人が入ったせいであんな場所ができたのか。うん、多分そういうことじゃない。今までなかったことだからわからないけど、ここで消えた人たちもきっとさっきの陽介みたいになったクマね。だからこれからまた増えるってことだよね。さっきみたいに現実っぽいエリアが。死んだ二人にも、二人はこの世界に殺された。同じことが。ここの霧は時々晴れる、クマ。そうなるとシャドウたちはひどく暴れる。二人が放り込まれて、二人のシャドウも、確かにシャドウだけそのまま残ってる可能性もあるのかな。どうなんだろう。元の宿主が、宿主っていうか影の元になった人がいなくなっちゃった場合はどうなるんだろうね。影っていうくらいだからいなくなりそうな気はするけどな。クマ怖くていつも隠れてるんだけど、最初の時もその次も人の気配はその時に消えた、クマ。つまりだ、先輩や山のアナはこんなとこに放り込まれて出られずにさまよって、そのうち体からあのシャドウってのが出て、そいつが霧が晴れた時に暴れ出して命を。クマ、そういうこと、クマ。おそらく僕たちはクマに出会えて幸運だったということね。そういうことなんだな。なら俺もここの霧が晴れるまでいたらずっとヤバい目に遭ってたってことか。そういうことじゃない？間違いないと思う、クマ。それにさっきは先生やクマもそばにいたから。くそ、先輩たち、たった一人でこんな場所に。なのに誰も先輩たちを。僕はなんだっけそれ。クマ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 、
今めちゃめちゃ適当に歌ってる。僕はあれ、僕はプーじゃないなかった、僕はプーじゃないって教えてもらった気がするけど、これは合ってたっけ。忘れた。タンタタンタランタランタランタンタンタン、ヨウスケ、クーマのプーだ。思い出した。あれ、クーマのプー、クーマのプー。おっと助かる。ウィーニーザープー、ウィーニーザープー、ウィー、ウィーニーザープー。そうなの、英語だとそれ、英語版わかんないよ。二人ともここが晴れた日に消えたけど、それまではシャドウに襲われなかったクマなのに、僕ら、さっきは襲われたクマ、確かにシャドウたちすごく警戒してた。探索してる僕らを敵と見なしてるのかも。危険だけど、でも僕らなら戦って救えるかもしれないクマ。あ、英語表記だとこれなんだ。 We need the poo ってこと、僕たちにはプーが必要ですってこと。直訳だけど。追加を打った助かる。ラスカル、ラスカル。ラスカル可愛いよね。この先また誰かが放り込まれても、アライグマ、その人を救えるってことか。消えちまう前に、俺自身がさっき助けられたみたいに。そういうことじゃない？そうに違いない。とにかく犯人を見つけよう。まあでもね、やってみないとわからん。とにかくニードではない。ここに人を入れてる犯人を捕まえて。ニーはニードじゃないんだ。やめさせる。間違えちゃったらしい。そうか。ようやく少しは状況が分かってきたぜ。あのさ、逆にちょっと聞いていいコマ？先生に何でも聞きなよって言うとまたコメント欄で僕を試されちゃうから、あんまり言わないようにしたいけど。何を聞きたいんだい？人から生まれるなら、クマは何から生まれたクマか？クマは…クマは…クマから生まれたんじゃない？わからん。クマの出生はわからんな。ね、だいたい話の流れはわかった。クマの生まれはわからんけど、話の流れはわかった。お前、自分の生まれも知らねえのかよ。そんなこと、俺らにわかるわけねえだろ。先生、花子さんが太郎くんをメリケンサックで殴っています。メリケンサックじゃなくて拳でいきましょう。あの、拳と拳でね、メリケンサック使うのはちょっと反則だから、とりあえずまず拳でいこう。この世界のことならいくつか知ってるけど、自分のことはわかんないクマ。みんな自分のことはわからんのよ。これから探していくんだから。か、今まで考えたことなかった。マジかよ。暴力を肯定した？あれ、話し合いじゃなかったのそれ。拳と拳で話し合うみたいなのではなかった？もしかして僕が間違えちゃった？話し合い物理かと思った。つか、そんなんじゃ俺らが何聞いたって無駄なはずだよな。またここに来てくれるクマ？またここには多分来るよ。約束したから。そうそうそう、物理かと思った。守ります。約束したからには守ります。じゃなきゃここから出さないってお前が言ったんだろ。それはそう。そうだったクマ。じゃあ出してあげる前にお願いクマ。なんだい？これからクマはここで君たちが来るのを待ってるクマよ。うん。だから君たちは必ず同じ場所から入るクマ。あ、オッケー。あの、大きいテレビから入るってことね。床の人の絵が殺人現場のあれっぽい。あー、確かに。あのさ、形取られるやつだよね。線みたいなやつで。確かにそれっぽいかも。倒れてる形もそれっぽいかも。で、ネスのテレビから。違うとこから入ると違うとこに出ちゃうクマ。なるほどなるほど。もしそれがクマの行けない場所だったらどうしようもないクマ。そうね。以上、わかったんクマ。わかったんクマ。まあ、大体な。じゃあ、出口よろしくな。よろしく。おーいっす、了解だクマ。クマが可愛いかも。
クマはちょっと可愛いかも。クマよろしく。クマありがとう。クマさてと、まず向こうに店員とか来ちゃってないか確認しないと。つられ、クマ言いたくなっちゃうよね、クマって。はいはい、あ、押された。店員の確認するみたいなやつだのに。なだから最後無理に押すなっつのバカな。つまりライエルベアってこと。なんかライエルベア前どこで出てきたんだっけ。それリターンズな気がするな。僕ライエルベアです。ああ思い出した、あれだ、クマさん紹介だ。僕があそこの社長になったからライエルベアになったけど、再びライエルベアってことだね。ひゅーん、戻ってこれたかな。ちえちゃんまだいますか。ずっとテレビの前で待ってくれてたりする、もしかして。いたー、ごめんお待たせー。帰ってきた。帰ったよー、ごめんね、心配したよねー。里中、うわ、どうしたんだよその顔。こういう気が使えないからモテないのよ。花ちゃんってば、こういう気が使えたらモテるのよ。つまりライエルさんの頭は着脱、僕の頭、ママにお願いして着脱可能にしてもらう、首あたりからポーンみたいな。ちょっと怖いかもそれ、ちょっと怖いかもな。どうしたじゃないよ、ほんとバカ、最悪、もう信じらんない。僕まで最低って言われた、僕まで最低って言われちゃった。花ちゃんはね、わかるわかる、姉御肌の人が合ってると思う。引っ張ってくれる感じのね。怖すぎ、あ、怖すぎた。ちょっとさすがに生首はダメだったかな。やめとこっか、じゃあ。別の機能にしよう。今日も切れちゃうし、どうしていいかわかんないし、心配したんだから。もう頭の予備パーツ生首の予備パーツ持ってく。まだ実装されてないから予備パーツないんだよな。すっげー心配したんだからね。それはそう、いやちゃんと戻ってきたから許してほしい。ごめんごめん、ビフ的おごるから。ダメかな、ビフ的だと許してこれん、え、これん、許してくれんかな。ね、ちょっと悪いことしちゃった。まあしゃあない、ね、明日謝ろう。明日謝りましょう。今日はもうヘトヘト、帰って風呂入って寝るわ。そうね、僕たちもお疲れだから、今日は眠れそうな気がする。お家に帰ってゆっくり寝るのがいい気がします。じゃあまた明日学校でな。またね、そこのロープ忘れずに持って帰ってね。松阪牛英語、あーお高い。お高いな、だいぶお高かったな。なお、花ちゃんは戦闘はしていない模様。まあまあまあ、戦闘はしてないけど、精神的には疲れるじゃん。待ってるだけって結構疲れると思うんだよね。それこそ僕がせっかちだから、待ってるだけは一番疲れます。体を動かしてる方が疲れないまである。あ、あれ？ゆっこちゃん。お着物着てるじゃん。あ、この格好驚いた？うん、うちのお使いだったから。かわいい。この町とか学校にはもう慣れた？あれ？あ、そうだ、花ちゃんは花ちゃんじゃん。花ちゃんとちえちゃん今間違えたよ。そうだ、花ちゃん倒れてるだけだったね。そうだそうだ。この町学校はまあ気に入った。本当？ゆきこ、冒頭の別学校の生徒怖いな。あの人本当に怖かったな。一番怖かったまである。目のハイライトなくしちゃった人。けど知らない場所に転校してくるって。泣き袋、目のハイライトなくしちゃった。明日の強い男子高生。私はこの町から出たことないから転校ってどんな気分かわからないけど。あ、
私いつも帰り早いし、その知恵とかとはどう？知恵ちゃんね、知恵ちゃん一応仲良くはやってるはず今のところね。よかった、今のところね。知恵ってねすごく頼りになるの、私いつも引っ張ってもらってる。良い関係じゃないですか。一緒にサボって遊んだりしたな。ゆこちゃんもサボるの？ねねね、そうそうそう、不審者すぎたよねあの人。世の男子、女の子あんな誘い方するのはダメだよ。いや本当にさすがにあの誘い方する人はいないとは思うけど、そんなにいないと思うけど、誘うんだったら多少下手に出ないとね。誘う側だから。てーてーだった。あ、そろそろ戻らなきゃ。板長と明日の打ち合わせしないと。板長、うちの旅館私がいないと全然ダメだから。あら、それ言ってみたい。うちの旅館私がいないと全然ダメだから。僕がいないと全然ダメなんだからね。和服いいよね。和服僕も好きです。お着物浴衣とっても好きです。また学校でね。うん、またね。足元気をつけて。草履だと足めっちゃ濡れちゃいそうだけど大丈夫かね。父さん遅いな。パパ、パパまだ？では待ってるよ。奈々ちゃん待ってるよ。奈々子ちゃん待ってるよ。今夜のトップニュース、稲橋で起きた。今朝7時ごろ、はいはいはい、稲橋の住宅街で地元高校の3年生、うん、小西咲さんが遺体で見つかった事件。警察は遺体の状況が極めて似ていることや、被害者が遺体発見者であったことなどから。ライエルさんのお正月の着物、あれさ、あれ良かったでしょ。僕もすごい気に入ってるの、あの着物の写真とってもお気に入りです。あのうさぎさんのお耳つけてるのも、てーてー3人で撮ったのもとっても気に入ってます。そう、ナナちゃんって言っちゃうとさ、ナナちゃんになっちゃうんだよね。だから、略せない。ナナコちゃんはナナコちゃんって呼ばないと混ざっちゃう。小西パイセン、そう、小西パイセンの事件のお話をしてます。光の速さで破産した。嬉しい。また来たいな、お着物。夏とかに浴衣着るかも。着たいよね、ちょっと。さっきの山野アナの事件から続く連続殺人の可能性もあるとみて捜査を進めています、うん、警察の調べによりますと、小西さんの死亡は昨晩1時過ぎ頃と見られています。ですが現場は未明から濃い霧で視界が悪く、発見が遅れたのではないかということです、うんうん、これはどうなんだろう、殺人に入るのかね。でも自分に殺されてるから自殺になる。つまりペルソナ4の主人公は奈々さんと同棲を。あれ、そういうこと？奈々ちゃんもしかして同棲してた？あれ、スキャンダル？あれ燃えちゃうかも。奈々ちゃん燃えちゃうかも。同棲疑惑。本当なんですか？本当なんですか？っていろんな人が気に入っちゃうかも。夏は着物。そうそうそう、夏は浴衣がいいよね。浴衣着たい。ちょっとあの世界を知らないとね、他殺にしか見えないけど、実際は自殺みたいな感じな気がしてる。パパラッチ。おっと？信じたのに。あー、奈々ちゃんバレちゃったね。同棲してるの。あー、これから大変だ。燃やされちゃう。また事件だね。まさかゲームしてる時にバレちゃうとはなー。またお父さん、帰ってこなくなる。そうなんだよ。自分がついてるって言いたいけど、さすがにパパには勝てないと思う。まだ勝てないと思う。うん。うん。キツネ焼きだ。キツネ焼きができてる。美味しいかな。すみません。コメントお願いします。週刊半生です。ああ、来ちゃった。お父さん、もう逃げらんないな。忙しいのはしょうがないよね。ねえ、奈々子ちゃんめちゃめちゃしっかりしてるの。奈々ちゃんすごいしっかりしてるよ。僕の朝ごはんも作ってくれるし、朝起こしてくれるし、朝の、なんだっけ、登校してた時の道も教えてくれた。で、パパも一人で待てる。めちゃめちゃ偉い。美味しいかなはやばいか。ダメか。赤い狐になるかなって思ったけど。
違います、違うんです。あれ逃げようとしてる。あなたは言い逃れしようとしてるけど、ダメかもしれん。地元随一の歴史を持つ高級温泉宿、天城屋旅館。源泉かけ流しのラドン泉の露天風呂を備え、遠方からのリピーターも多い高級旅館だ。事件後、おかみが一線を退き、今はこちら、そうなんだ、一人娘のユキコさんが代わりを務めています。それは忙しいね。それは本当に忙しいや。言ってみれば、現役女子高生おかみといったところでしょうか。なんともこう、惹かれる響きです。お話伺ってみましょう。わかるけど、すみません。私ですか。女子高生でおかみということですが。いえ、私は代役で。でも、後継ぐわけでしょ。っていうか、和服色っぽいね。男性客多いでしょ。このリポーター嫌いかも。このリポーター嫌いかも、ちょっと。え、いや、そういうこと突然聞いてくる人やだよね。ねえ、このリピーターじゃない。リポーター首でいい気がする。一旦処しておこうか。ねえ、ちょっとやだよね。そう、セクハラなのよ。よくない、そういうの。つまんない。ねえ、つまんない。よくないよ、この番組。あ、お皿洗わなきゃ。あ、僕が洗うから。いいよ、座ってて。お皿くらい僕に洗わせて。ダメなんだ。あ、そう、手伝おう。お皿は洗いますよ。任せて。で、一旦いい感じな気がするから。あ、かわいい、笑顔。かわいい。ここでセーブして終わろうかな。時間も、皆さん気づいたら2時です。いつの間にか2時でございます。守りたい、この笑顔。もうそのうちこの子も事件に巻き込まれる気がしているのがちょっと怖いね。今来たばっかり。あれおかしいな。僕これ何時間前だ ?4 時間前くらいからミンさんのコメント見てる気がするけど。終わるよ。まだ明日もあるんだから。金曜日でしょ今。マキタのバッテリー。なんかちょっと違うな。終わりますよ。僕はちゃんと終われる人だから。伸ばさないからね。次は、ここの続きから、来週かな?多分来週になるけど、やっていこうと思います。で、明日日付超えて12時。もう今日か。いや、一応日付超えるから明日か。明日は、マイクラやる。釣りか、建築やる。のんびりします。僕は確かに、来たばっかり?1 時間くらいはいてくれてるよね、多分。大丈夫。もうだって4時間のアーカイブ見るのなかなか大変じゃない?いっぱい見るとこ多分あるから、アーカイブを見てほしいな。セーブを分割しといてよかった。先。そっか。まあ、のんびり。僕の方は多分、話しながらだから、のんびり進めていくと思うけど、のんびり見てもらえると助かります。僕はちゃんと止めるからのところ。ん?僕はちゃんと止めるから?先に行ってしまってる?どのことかわかんなくなった。どのことかわかんなくなったけど、とりあえず皆さんの来てくれた方のお名前を呼んで、終わろうと思います。今日来てくれたのが、ピンさん、カイトさん、マイゴさん、ヤンさん、レンさん、ワンワン、ジュンさん、ルドーさん、テトラさん、ルキさん、クーくん、あ、そうだ、名前の呼び方聞いてなかった。ペルソナ実況者を借り取る者さん。借り取る者さんにしとく。ミガちゃん、シラベくん、モローカさん?モローキンさんにするかな?モローキンさん?アルドさん、リコルさん、ナナちゃん、カナトくん、来てくれてありがとうございました。
ちゃんと止めるライル、止められないナナジ。僕はちゃんとそう、止めます。ナナちゃんと違って止めますよ。あんな長い長いアーカイブ作らないからって言っても、これ4時間なんだけど、すでに結構長いけどね。ちゃんと止めます。ナナさんの僕は、そういうことか。解説ありがとうございます。解説してもらっちゃった。ナナちゃんはもういいよ。いっぱいやってよ。楽しみにしてるから。アーカイブ見るの楽しいし。いっぱいいっぱいお話もお歌も歌ってほしい。ほとんどお話だけどね。よし。じゃあ今日は終わりよ。皆さん長い間見てくれてありがとうございました。また明日とか次のペルソナの配信とか来てくれると嬉しいです。4時間配信仲間。仲間にされちゃった。でも多分ペルソナは長くなる気がしてる。から、覚悟してみてほしい。覚悟してまた見に来てくれると嬉しいです。じゃあ今日はおやすみなさい。マイエルー。